心霊エとか読まないでください。やすこと結婚してありがとう。そしたらなんか始業式があるらしい。ちゅっ ありがとう。でもしないよ。じゃんけん大会みたいなの出たもんね。ありがとう、結婚してありがとう。やだ、じゃんけん大会みたいなの出たよ。そうやな、最初はグッ、じゃんけんぽい。何じゃんけん大会って。そうやな、あれしょ、メンバーと4人で撮れます。写真撮るやつよね。うん、さようでございます。自分たちも多分みんなと同じタイミングで知ってると思う、じゃんけん大会。さようです。はい、私たちもさっき知りましたって、ね、あーかわいい、ありがとう。ありがとう、ハート。なんかみんな結婚して送ってくる、よろしくそう、ありがとう。ほんまにそんな結婚したい、私に言ってる、みんなに言ってるでしょ、設定。あとでその辺くさん詰まりそう。小山さん、ありがとう、ハート。確かに来るかな、でもカスミンなら来りそう。カスミン来るって言ってたよ。来るって言ってたね。ありがとう、リエチと一緒で。リエチとヒーちゃんが今日はどうして、珍しい、多分初めて一緒になったと思う、ヒーちゃんが言ってる、うん、ね、ね、よね、初めて一緒になった。鼻低いリエチと同室。いや、あのね、私の方が低いんで、鼻。もう私リエチの鼻好きだから。そう、本当に、うん、鼻低いだからさ、鼻低いとか言わないで。え、低いでしょ。その高い鼻でさ、低いとか言われたら私がさ、どんだけ低くなるのと思ってんねん。低くないって。お前やめてもらっていいかな。リエチは鼻ちっちゃくて可愛いな。はだってここが小さい、横が無理無理、もうでかすぎてやってらんない。もう一番ね、顔の中でのコンプレックスは鼻です。あ、嫌いです。コンプレックス、可愛く話してないし。ヒーちゃん以外にゲット投げてません。本当ですか。リーチのレーン、地方選抜組やねん。確かに、カナウといいな。ユイナとユイ、あれイチゴか、ヒーちゃんか。はい、お話ですか。お話ですか。ねえ、なんでこんな私さ、うん、こんなこんなの画質が、うん、どうやってる、なんでそれ古いアーフォンでやってる。12、言うてそんなに。いや、そんなにだね。12でそんなさ、うん、画質悪くならんよね。うん、なんで。こんにちは、いっちゃこんばん、こんばんは、明日よろしく、よろしくね。ねえ、リーチ明日行きますって2回目言わなくていいから、君。びっくり、私がさっき送ったメールが来たんじゃない。そういうこと。メールって音なんの。メール音なるよ、 G メールに来てるから、そういうこと。知らんねーわ。えじゃん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 、充電しとこ。こっちなんだよ。機能せえ、機能せえ。画質悪いよ、めっちゃ。本当だ。でも、ちょっと待って、ちょっと待って、一回見せて。ちょ、ま、マジ画質悪い。あ、ほんまに。これやばい。マジ画質悪い。やばい。分からん、その写真じゃ。やばい。本当にいい加減にした方がいい。じゃんけんに。画質悪い。出してくれたら、おしまし4人の誰かにツーショットに行く。じゃんけんに勝たせてくれたら、おしまし4人の誰かにツーショットに行く。ひるしさん、本当ありがとう。明日はツーショット初めて。ひーちゃんします。ひーちゃんしてこの場合楽しみしてる。そうだしさん、本当ありがとう。ひかしありがとう。レンズ汚れてたと言って。レンズ汚れてない。さっきからずっと拭いてるから、それはない。なんでかね。なんでこんなさ。テンポかな。でも自分そんな画質悪くないわ。それ何？ iPhone？ 14。え、それあ、そっちが新しい方だっけ？13を普通に使ってるんだよね。13を普通に使ってる。変だよね。うん。絶対普通変だよね。でも13もさ、別にさ画質悪くない。あんまりね、変わんないけど。写真撮るときさ、いつも13で撮ってるんだけどさ、14にした方がいいかな。うん、そりゃそうだよね。やっぱそう、うん、確実。でもさ、1年契約しちゃったの、アプリと。どういうこと？あの写真のカメラアプリと、なんか1年契約ってかあれや、あー、こっちがね。そう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 、はははは。絶対こっち。契約解除できんのかな。絶対こっちできんだろうね、うん、どっちもすればいいやん。それはちょっと靴下汚い。今日はドンペンの靴下です。じゃあ、ありがとう、ひろしさん。ありがとう。
日じゃんけん弱い。いや、その日によるかな。やばい、パン食べたいわ。でしょ。1個食べようかな。1個？何個入ってるのそれ。4個入ってる。何のパン買ったん？チョコ。チョコ、チョコ入品紹介。くー、やばい、でも胃もたれしてんだよね。うわー、それ美味しいやつ。食べたことない、初めて見つけた。でもカスタードでしょ、それ。レーズンカスタード。ひびきもそれしようと思ったんだけど、カスタード食べれんか。絶対美味しいよね、これ。うん、美味しいと思う。リーチ1号かな、ユイニャンなら部屋のメンバー。いやいや、分からんよ。分からんじゃん。誰がカスタラってこうとするか分からんし。いいな。もう目が疲れた。ドキドキです。ひーちゃんの番見たい。こんにちは。誰が？うちリリーが。あ。リーか、さっき見したやん。え、よく見えなかった。さっき見てたやん。え、すごい美味しそう。そうでしょ。くるみか。絶対美味しいって。私くるみ好きなんよ。え、これ焼いたら絶対美味しいやつやん。ね、焼かないの？焼くやつないでしょ。確かに。ポスターとかあったら。焼くやつないから無理だ。焼きすぎ。もちもちだわ。みーちゃん。は？早く寝ないよ。早く寝ない？うん。早く寝るわけないじゃん。早く寝ないよ。ひーちゃんの相棒リーチだったのか。そうなんですよ。そうなんですよ。今日ひーちゃん。初めて相部屋ね、相部屋嬉しいですね。松井さん、明日は帰りに恥ずかしながらくるみ好きだよ。来てくるの本当に嬉しい。好きです。ありがとう。めっちゃ待ってるね。ワクワク。じゃ直接来てくれるんか。嬉しい、本当にありがとう。みーちゃんしかがたん、ほんまやん。さかさん、ね、ゆらさこさんってさ、ゆさなこさん、ゆさなこさんだ、うん、ゆさなこ、ゆさなこ、ゆさだったんだ。でも響きが間違っても何も言わない、言わなかった。ゆさなこさんさ、うん、リーチのファンじゃないっけ。うん、リーチのファンだよね、うん、リーチと誰、誰かいるよね、まだ先輩。そうだよね、うん、そのイメージですけど、うん、ひーちゃんしか勝たんって、ひーちゃんしか勝たんって言ってる。おいおいおいおひーちゃんしか勝たんって言ってる。もうリーがやめるからってさ、からってさ、新しいやつ探してるんだ。うわ、ブラブラじゃん。あ、そう、今日買ったの。いいね。で、入浴剤いつも入れるじゃん、お風呂入るとき。うん。だからこれ買った、今日は。いいですね、ふわふわふわ。ちょっと高かった、これ。高いね、ちょっとね。これだけなんか250円ぐらいした。高っ。ふわふわ、ねむねむリラックス。なんかコンペイトー入ってるらしい。食べれるやん、じゃあ。食べれん？もしかして。それは無理。うん、保湿成分のコンペイトー。食べれんじゃん。こんにちは。ケンペありがとう。みたいな情報系。ケンペ、目撃理想です。最近ね、可愛い髪の巻き方見つけたの。何？なんか、外巻きなんだけど、うん、なんかこう、手をさ、横にするんよ。うん、あるね。めっちゃ横の方がね、横が好き最近。よかった？うん。縦じゃなくね。うん。なんかさ、全然巻き方で違うもんね。うん、違う。全然違います。横が好き、私は。ね。通称おすすめポーズあるか。おすすめポーズ、確かに通称おすすめポーズむずい。それじゃあ最後に浜口は最高すぎる。だってウェーイ、後でベッドくっつけよう。いいよ。いや絶対くっつかんだろこれ。え、くっつくよ、動いたもん。ほんま言ってる。じゃくっつけて、今動かすといける。じゃくっつけて移動しまーす。うえー、ほんまやだ。じゃあかすみ、ここで寝れるやん。だからいたよさっき。真ん中に来な。でもエアツ来たら狭いけんやめよう。やっぱ狭いけんやめよ。ぶっさ、自分やってらんないよ、みんな。ね、ごめんね、ぶさくて。ここ近くしようやじゃん。チョコバナナだけ。チョコバナナ。シネコン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 シネコン。今服買った？今服買った？画質悪い。画質悪い、ひーちゃん。すごい画質悪い。すごい、こっちにも映るやん。すごいすごい。うん、持ってから。待って、見て。あ、今。あ、電波悪いやつだから。電波悪い、すいません。ぶっさ。なんか、メガネが目にかかってないけど。ぶさくね。ちょっと待って。これメガネした方がいい？うん、ない。確かに、おそらい。キモい人になる？なんか今日さ、チーク濃い？うん、メイクしてない。あ、キンモ。どうしたらいい？もういいか。はい。チャイン。
これハートいる？じゃあ次、神手の皆さん、不細工すぎ自分の顔。神手、神手、神手何ポーズ？神手、ラビュー、ラビューって何ポーズ？ラビューないポーズ、ポーズラビューない。チャリリーン、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 オッケー、オッケー。もうめっちゃ顔がキモいねんけど、顔がキモい、キモいんが。そうだね、確かにこっちの、あ、ごめん、ひーちゃんの方にめっちゃ手映ってたわ。いいよ、こっち画質いいね。ほんまや、うん、なんでだろう、すいません、画質が悪くて、なぜ、申し訳がない、すまんね。うん、普通に自分の元の携帯すればさ、画質いいはずなのにさ、うん、だって元の携帯さ、なんでやるね、どの携帯するか。そう、一人部屋じゃないの今日は。ねえ、でも大体さ、一人部屋じゃなくない、うん、こういう時って今確かに話か一人部屋じゃない気がする。でもバズりは一人部屋だった。え、確かにね、そうだわ。うーん、ね、マッツーさん、猫ちゃんありがとう、猫猫ありがとう、ありあり、ネコちゃんありがとうございます。シナココやばい、 Thank you、 ありがとう。うん、あんま変わらん気がする。なんかキモくなった。これは、あ、これでマシか。可愛いひーちゃん見たいから、そこっちの方が可愛いひーちゃんがよく映るで。メイク、ツーシュが同じレーンだから。え、ツーシュ知らん、ひーちゃん。え、そうなん、え、知らん、初めて知った。ツーシュ同じレーンって、そう、知らん、書いてある。そんなのは分かりません。いつしちゃってもうみんなバラバラなんかと思ってた。そういうの、ね、え、一緒、うん、マジ。皆さん教えてください、知らないので。一緒だし、分かんないけど。そういうのはあっちに行かないと私は分かんないので。イカのお寿司、同じ例らしい。二人ってことは、俺のリーたちだけかな。え、よかった、響き、大抵響き一人なんよ。そうね、ひーちゃんってさ、最初から一人だったよね。そうで、一回かすみんと、うんうん、一緒になった、ゆいなと一緒になった。でもひーちゃん確かにみんながさ、一人なん、みんな3人とかやってた時もさ、ひーちゃんずーっと一人やってる。そう、マジショックだった。三期研究生は2人連。あ、そうなんだ。ねえ、嬉しい、リエチやったね。いいです、めっちゃ最高です、うん、ちょっとシナコー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 シナコー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 。え、なんだっけ、この前さ、ホテル泊まった時いつだったっけ、何の時だっけ、え、なんだっけ、わかんないわかんない、あのユーナンとか見た日、なん、何のホテルだったっけ。1億人バズり、あ、肉フェス、あ、肉フェス、肉フェスだ。肉フェスの時さ、うん、シナコダンス TikTok 撮ろうって言ったのにさ、え、嘘、ね、言ったのにさ、シナコダンスだったっけ。その時流行ってた、流行ってたよ、マジか、うん、初耳、誰もやってくれなかった、全然覚えてない。その時響き知らんかったかも、しのこダンス。ほんと、なんかね、一時して、うん、姫田が踊り出して、え、何それって言って、うん、本当に、うん、響き歌うんよね、やっぱ、うん、ちょっとね、もうついていけなくなっちゃった。ジェネギャ、そう、ジェネギャ、嘘だやばー、相変わらず2人レーンとかあるのか。あ、経験生なんですよ。あ、そうなの、大抵1人ってこと。そうなの、1人レーンは嫌です、やだか、苦手、1人レーン嫌だ、うん、一人連やと。そうなんや、ね、人が来るんだったらいいけど、うん、人が来ないんだったら一人連は悲しいね。確かに、そうだよ、だって一人でポッツンって、そうやって言ったらさ、いっぱい行くんじゃない、一人だったら寂しいな、来ないよ、そんな簡単じゃなかった。確かにそんな簡単じゃなかったそう、じゃあ明日リエとひーちゃんの連さ、ね、ガラガラだったら寂しいよね。うん、うん、だけん、ひびたちの連二人寂しいから、ね、長蛇の列じゃないと許せんよね、うん、長蛇の列じゃないと許せん浜富士を見れるのは少ないので、これから、はいはい、来た方がいいと思います。デートの画質、そういう画質いいね。てか2人同時に撮れるやつかやってほしいよね。確かに3人で撮ろうよ、はい、そういうのありだよね。ひーちゃんとリエの件どっちも撮ってる人いたらさ、ねえ、ダメなんですか。あ、無理か、だってあれか、無理か、無理だな、無理、挟めないもんね、無理だけれども、確かにあの感じ挟めない。なんか椅子なんでしょ今回、椅子じゃない、うん、椅子じゃない、なんか立ち、あれ失礼、お話し会でしょ、うん、お話し会が椅子、椅子
で、住所がその情報って表出てるやつ？いや、思ったこの情報って大丈夫なの？まあ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 2人恋心苦しい。いや確かに2人恋心苦しいね。確かにそうだわ。3人恋が一番良かった、ね、そうなんよ。でもリエね、うん、でもリエいつもリアっちゅうと2人恋だったのね、うん、前まで点数の時は、うん、でだからなんか自分リアっちゅうが撮ってる間は寂しい。なんかいやいや寂しい、うん、確かに。え2人だったら確かに1人の方がいいか。そうマジ2人だったら1人の方がいい。3人だったら3人がいい。そう、そのもう1人の子とさ一緒にいればいいんだけどさ。そうなんよね、2人だとさどうしても気まずいよね。なんかそれは確かに、うん、2人になったことないもんな、うん、2人はね確かにね。そうだわ2人はよろしくない。まあまあまあリアチーって言うから私は。じゃあそうリアチーリアチーって言ってるね。じゃあファンの人みたいに浜口初めて聞いたほんまリアチーリアチーは食べない行きます。何言ってんのこの人。 何言ってんのこの人。なんだって寝てんの猫寝てた。本当に本当にやめなさい。後ろにこそっとチックでアイキューさんねって帰ってくたくさん。あ、確かにやばすぎ。確かにユーナゲーチヒーターの時は あったね。そういえばそんな時もありましたね。確かにあった。思いっきりあおられました。おもろい。ちゃん違う、あれはねヒーターがやろって言ってきたやん確か。あおりあおろうって。ユーナかヒーターどっちが言ってきたか分からんけど、うん、そなんか言ってきたんよ。ほう確かに。えちゃんたりえ、それでも僕隊の時かな。この前の僕隊の時もさ、はい、ヒーターにさ、はい、言われた気がする。うん、ちょっとリンゴさんちょっと見ようみたいな。あ、なんか言ってたよね。言ってた、ね、あ、そうか、ヒーちゃん見たか。うん、見た見た。言いました、言いました。なんか雰囲気あるが普通。デイチ最後の通称だったから混んでたし。いや確かに、うん、まデリー戻って戻ったんちゃうちゃんちゃんちゃちゃん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 。今服買った、今服買った、いいな。シャキシャキさん結婚してありがとう。しないけどねー、しないけどねー、ありがとうありがとう。やばい眠たいわちょっと。嘘、今日は寝ないって言ったよ。いや寝ないって言ったんだけどさ、昨日もアニメずっと見てたんよね。何見た？夜ダイアナエス。ダイアナエスを。ダイアナエス、マジ野球のやつ。そうよ、あれをもう見返してたんや、うん、前中学校ぐらいに見とって、うん、久々に見たくなって、うん、見返してる今。なるへそ。そうそう、したら4時ぐらいまで見てた。あ、分かるわ。でも、ね、そうずっと見てるもん本当に。ちゃちゃどこまで進んだ。第1期は終わったかもしれない。結構見てるよ。丸顔コンビ、丸顔って嬉しい。嬉しい。足はえ、ひーちゃん卵じゃね。響き卵か丸って言われるんよ、うん、丸はリエです。丸、え、でもさリエってさ三角も入ってるくない。三角、うん、ここ三角三角。え、リエチのさ顔いいと思う、マジで。かわいい。本当にほんまに遊園地もかわいいって言ったじゃん。あー、でも見れない。絶対カエルか。可愛かった。響きはマジで可愛くなかった、うん、絶対カエルひーちゃん。え、またキョロってた。え、そう、うん、本当に、うん、キョロってたん一番最初、うん、一番最初のブロック、うん、めっちゃキョロってた。あ、あ、みたいな。それ設定とかじゃなくて、うん、設定とかして。あ、そうなんや。気まずくて、うん、取られんのが気まずくてさ、うん、確かに、うん、キョロっちゃって、うん、なんかいろんな、あ、みたいなってた。うん、目がキョロってた。マジカエルかーと思って、見よっかな。ひーちゃん可愛いからツーショット行こうかな。いや、行ってください。ほんとにひーちゃん可愛いから。ありがとう。行ってね。ありがとう。こつ、あー、うん、夏大会終わる。夏大会終わってないよ。夏の大会終わってないとこだね。あとはじゃんけん大会お邪魔しますな。この同じ例なんで。いや、そうじゃん。ほんとにドキドキドッキンドッキン変わってます。気をつけてね。いや、明日。前回はいちごかすみみーぽんのレーンで全員に行った。いや、全員に行ってくれるのめっちゃ優しいね。確かに、うん、全員に行ってくれるの優しいわ。ツーショットレーンと同じレーンで気まずい。あ、気まずい、気まずい。みんな気まずかない。さん、トランペットありがとう。カバさん、ありがとう。どう、石山先生、ブーケ、ジェニー、ありがとう。後ろにさ、私めっちゃ全部さ出しまくったからさ汚い。本当で、テレビつけるよ。ええー、よ、ええー、よ。孫徳、お願い、無理。それは明日の態度で考えるわ。いや、確かにじゃんけんって損得できんくね。ピンクのクマさん正味
本当ありがとう。やばい、パン食べたい。で食べたい。つまむぐらいよくね。うん、だね。いいと思う。良きかな。ちゃんちゃんちゅちゃん。何その歌。しゃん。勝手に作った今。うん。勝手に作りました。これ寝ても映ってる？うん、映ってるけどちょっとやめてほしい。ちょっとやめてほしい。結構放送事故になっちゃう。グレーパパありがとう。ねえ見て、何これ、うん、何これ、見てこの跳ねてるやつ、よく見て、ほんとだ、何これ、生きてんじゃないですか、生きてるよね、うん、戻って全部生きてるもんね。呼吸してた、さっき呼吸、なんか歌あるよね、呼吸、1の呼吸、1の方、1の呼吸、1の方、1の呼吸歌ってある、水の呼吸やろ。水の方水の呼吸水の方水の切りですかね。皆さんあれさ、うん、名前忘れた、あの伊之助じゃなくて義勇さん、義勇さんじゃない、黄色、黄色、黄色、伊之助、あ、違う、善逸、善逸、かっこいいよね、かっこよく、うん、あの強い時かっこいいよマジで、わかるわかる、ね、リエ品塚さんが好きなの、熊見てっけ言ってましたね、好き、私は無一郎が好きです、あ、言ってたね、でかすみも、えっ、ー、ミチのが好きかもって言って、いやいや、あとから言うなよいや、マジで、え、ポケクバッテリー見てる、ポケクバッテリー見てるよ、もうやばいね、面白いよね、マジ面白い、うん、面白い、誰が好き、私は誰でしょう、私誰だと思う、なんか名前が出て、名前が、私は千早くん、あのちょっと頭使ってる子、誰じゃん好きじゃない好きじゃないって言わないで、え、でもなんか誰も好きになれんだよね、え、なんかまあかっこいいとこじゃないよね、あれ、うん、確かにね、ポケクバッテリーは好きなキャラできないの、いや、ちょっとなんかバカにするキャラ好きみたい、でも私カナメくんが好きかも、カナメくん、あー確かに、うん、え、全部見た、その今やってるやつまでは、いや多分途中までしかまだ見てない気がする、え、カナメくんはマジでかっこいい、うん、どこまで見たっけな、あの記憶を思い出したところがかっこよかったよ、早く見てください、え、ちょっと待って、早く見てください、記憶思い出したとか知らんんだけど、あ、早く見てください、おい、ネタバレやそれ、え、大丈夫よ、ネタバレするよ、大丈夫大丈夫、え、でも、うん、それからが第一、本当、私は先にネタバレ見た方だから、あ、本当に、うん、じゃあいっか、そう、私はもう全部さ、うん、あの、調べた、うん、あ、そうなの、気になりすぎて調べて、うん、全部漫画買おうとしたけどやめた、ちょっとレイツのグループ写真最初で最後だからレアだ、エイチのグループシーン、あ、そうよそうよそうよ、そうだよ、小山ちゃんありがとう、ありがとう、なんか歌って、でカラオケ配信した、君に何しかも、うん、カラオケ配信、カラオケ配信した、イヤホンつけなきゃ、確かに、あるよ、イヤホン、やってもいい、いや、やっていいよ、カラオケ配信、やっていいよ、おもろ、やってみよう、ホテルでカラオケ配信、踊って、確かに、オッケー、いいねそれ、うん、いいよ、そうしよう、音なんねえじゃん、で、リュウの歌ってる音に合わせればいいんだよ、あ、オッケー、何、じゃ響きは踊ります、じゃ何がいいかな、サングラスとか、めっちゃ気分じゃない、サングラスか、うん、なんか何、まあ、何でもいいよ、まあ、まあ、何でもいいか、まあ、まあ、何だったらいいねん、いいよ、サングラスで、じゃ探せ、じゃあ、あ、ファンの人、何の許可も取らずに勝手にカラオケ配信始めようとしてる、じゃあリエチがカラオケ配信するので私はダンスを歌踊りたいと思います、痩せる痩せる、うえーい、イヤホンの片耳借りたらさ踊れ、いや風を待つ、お前のする声をしよう、ちょ、あんまり覚えてない、でも暗闇そういう気分、え、サングラスレイズでいいよ、サングラスでいい、じゃあ踊ります、ひーちゃん踊ります、あ、そうです、サングラスはひーちゃんがねセンターだった曲ですけど、まあ、センターじゃなくなりましたけどね、うん、まあ、ショッキングですよね、ショッキング、なんで、え、ずっとひーちゃんセンターじゃないの、違います、一回できる人、あ、まあ、そっか、あれやね、だって足の服装やばい、足、いや、やばくない、なんかお腹鳴った今。鳴った。私見えてる？見えてる、すごい、めっちゃいい感じ。
踊りまーす。え、踊りますって格好。うん。あ、そうして。踊ります。お、踊りまーす。うん。じゃあ何歌いますって。はい。毎回感覚で。じゃあ流しますよ。デブなんだけどご飯食べたばっかだし。はい。行きます。どこ？てて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 、じゃあでてて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 て砂浜に寝そべクラスメイかなり攻めてるスイムスーツ太陽王は絶好調だ最高気温は何度だろう今日まで気づかなかったよ学校の制服はコンサーバーディーで君はずっと髪を束ねおとなしいタイプだと思ってたああ僕の知らない君がいて君の知らない僕がいるそれが恋の始まりサングラスです君はいつだちゃんと見れなかったんだグラインアップです僕はガラガラスごめん本当は恥ずかしかっただけあっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさあまてれてんてんてんてれてん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 上半身だけ起こして名字にくんづけで呼ばれた僕はどんな顔してればやらしい目で見てないって信じるじゃんじゃんじゃんいつの間にかの君いていつの間にかの僕もいるじゃんじゃん二人大人になったサングラスです僕はかけないつもりだっただって似合わないだろうセラフィティなんてずっと先のことじゃないのか君にはどう見えてるのかなわかりにくい些細な変化グラデーション様トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥルサングラスです君はいつだって眩しくてちゃんと見れなかったんだロイアテイス僕はかっこつけてたけれど本当は恥ずかしかっただけあっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさあまララ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 
てて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 てたくさん、あ、めっちゃ盛り上がってるよ、みんな、うん、あっちいな、ありがとう、ちゃんが立ってよ、ありがとう、え、全然大丈夫だよ全然大丈夫大丈夫歌うわね、ちょっとね、イエーイ、ありがとうございます。そっか、こっちの人からしたらアカペラないんや。そうや、そうや、あ、そっか、確かに、うん、確かにそうだわ。で、ひーちゃん歌ってあげなよ。いや、全然大丈夫だよ。なんで、うん、ずっと大丈夫だよ。大丈夫だよ。なんかさ、もう今ね、声が出る気せんの。うん、ほんと？うん。ちょっと疲れた。疲れた。部屋が広く感じる。確かにね。なんか、確かに。ひーちゃんが撮った時めっちゃ広く感じたわ。ほんと？次何やったんだ、ひーちゃん。うん？次歌っていいの？いいよ、歌って。踊るの？うん、踊る。踊る？うん、練習する。次は入れ替わりでも見たいって。ちょっとまだ大丈夫。ちょっとまだ大丈夫。ちょっとまだ大丈夫。ちょっともう胃がね、うん、ちょっとね。じゃあ一旦休憩挟んでまた歌うわ。あ、そうね、オッケーオッケー、うん、そうしよう。ひーちゃんは曲が聞こえなかった。そうです、聞こえなかったんですよ。まあ、リーチがちゃんと歌ってくれたんで、ありがとうございます。ちょっと一旦オフですね。うん、こっちもオフにしたりして、うん、お待ちしました。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ひびき、ちゃんと踊れてた？よし、踊れてたよ。しかもめっちゃしっかり映る、ここで踊ってたら。マジ？うん、ちゃんと映るよね。遠いけんさ、私見えんのよね、うん、マジで。しかもどっちのカメラにも映ってたよ、ちゃんと、うん、ちゃんと踊りました。ナイスです。ナイス、めっちゃよかった。うわ、ミニライブ、ミニライブ、ミニライブ、ペダル、客、煽るカツコ、あーうマジさ、ほんとにかすみ、じゃあみんなまだギター弾いてるんや。そう、ずるずるやってんのにさ、かすみ今ゆいなもさ、ゆいなも、ゆいなもね、つらいセメントチームでおいおいって言っちゃってんの。マジ、あ、マジ面白かった、ほんまに。大好きやれ、ね、面白いよ。響き、小人みたいだったって、ちっちゃくて。うん、小人にしないでだって乗っけられたもん。え、そう、ひーちゃんが、うん、こっちこガチか。小人？小人でーす。ガチで。小人は小人です。何の曲があるだろうね、でも。何がある？早送りカレンダーとか？ちょ、忘れたわ。この間、姫野が歌っとって、うん、ちょっと外で踊ってたんだけど、うん、ちょっと忘れてた。ちょっとしか踊れんかった。STA の曲、STA の曲。STA の曲？うん。STA の曲ってあんま入ってないんだよね。STA の曲でさ、うん、リーチが好きな。好きな。サンキーがやったことある曲って何？なんか言ってくれてできそうなやつだったら。AKB じゃない、STV 以外の曲だとある？なんか。何がある？見たかったらちょっと嫌だな。この間やったしね。何がある？何があるかね。STV って何？STV これしかない。下手でいけるよ。あ、でも2番無理だわ。いや、確かに2番やってないからな。うん、僕見、君は何後悔するのか、風間松食い込んで完成リーが、もしひーちゃんが風間松から風間松リーチ踊っていたら絶対嫌だっけ。うん、絶対嫌だ。風間松はちょっと無理、難しい、下手だから。難しいね。
AKB とかってなんかあるっけ。結構やったよね。でもうん、3期がやった曲何やった、何やった、歌いたい曲でいいよ。なんか楽しい曲がいい。ペダルって言ってる人いる。めっちゃペダル多いんだけど。ペダルはさ、最後にやる曲や。確かに。ひーちゃんに何回踊らせる気がする。いいよいいよ、踊るよ全然。うん、何でも。ちょっといびきは今日は歌う気にはなれない人なんで今日は。僕の太陽とか言ってる。あ、確かに。僕の太陽いいね。僕の太陽にしよう。うん、じゃあ僕の太陽で。無謀お願いしますとか書いてる。無謀歌難しいもんね。確かにね。はい、じゃあ僕の太陽で。はい。だってさ、僕の太陽ってさ、一つさんって聞かれやってるしね、実は。はい、そうですね、確かに。じゃあ、コビスピリッツは持ってよ、さっき。あ、そうね。ズン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 。なんだっけ。ズン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 。いや、パンピだよ。無理だよ、あれ。コビスピリッツ。無理です。結構無理です。なんだったっけ、僕の太陽。ダダダダダから始まるよね。うん、なんかマイクどっか行った。じゃあ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 も言ってね。じゃ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 ん、うん、いいよ、全部言うよ。狭いねんな、結構ここ。じゃあ行きます。じゃあ僕の太陽踊ります。はい、じゃあリエ端っこに映っていきます。あ、全然リエチ映ってていいよ。いや、大丈夫。変な人ないで、ここヒーちゃんしか映ってない。これ一人、うん、一人は嫌だからさ。ちょっとリエチもちょっと映っとってね。うん、行きます。はい、ルル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 ララ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 ラ君は今僕の太陽。人差し指空に向けて巻きつけよう。ちっちゃん。白い雲ともやもやした気持ち。悩んでいたって仕方ないよ。行こう明るく。嫌なことの一つくらい誰にもある。はい、トゥトゥトゥ。下を向いて落ち込んでたってダメさ。心のそろそろ晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたって、必ず僕が探す愛しさが目印さ。ちゃんちゃちゃ。太陽は何度も夢を見る。永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー。君は今僕の太陽。じゃんじゃん。二人きりで夜の闇怯えないで。僕はいつも君のそばにいるよ。はいはい。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って、一人じゃないよ君は。夜明け待つ人がいる。ちゃんちゃん。太陽は何度も夢を見る。青空を今諦めないで。時には雨が降るだろう。泣かない
雨雲にもし覆われたって待ってる誰かを思い出して君だけが僕の太陽君だけが僕の太陽はいララ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 ラ負けないで僕の太陽お疲れ様です。お疲れ様じゃん。ありがとう。ありがとう。ミニライブ。汗かいた。ヒーちゃん歌ってよ。何？疲れた。あとで歌ってね。何歌うん？歌ってね。エマさん猫ちゃんたまありがとう。うん。すごい。猫ちゃんたくさんありがとう。マーさんおっぱいありがとう。みんなおっぱいありがとう。マクさんミラボールありがとう。待って。ありがとうおじゃる。スクショしよう。これ有料コンテンツやって。パン屋さんいるかんてつだ。まあさん猫ちゃんともありがとう。全身写して本当ありがとう。マシンガンさんクマちゃんともありがとう。クマちゃんともありがとう。クマちゃんとも修行。クマちゃんともありがとう。ありがとう。スクショさせてください。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。浜田ダンサーありがとうございます。ありがとうございます。浜田ダンサーです。ありがとう。クマちゃんになった。手足が上げて大好きありがとうありがとうすぎよーし、え、私さショールームで踊ったの初めて。え、で踊ったことないよ。踊ったことないよね。踊らせてだから後で踊って。うん、本当に。ああ、本当ありがとう。やべえ、汗かいて熱くないこの部屋。熱い、熱いと思う。普通に熱いよな。歌ってるだけだけど熱いもんね。ついてないのこれ。あ、これか。うん、ベスト、すごくないです。諦めたって感じ。まあまあ、ちょっと待って。あ、でもついてるよ。ほんと下げよ、ほんと下げよ。マジで熱い。もう私汗っかきだからさ、2曲踊っただけでピッて言わんのだけど。でもお風呂入るしいいよ。ありがとう。これピッて言わないやつです。言わないやつ、うん、そういうこと。ひーちゃんのダンス良きです。とってもありがとう。ありがとうごじゃる。でもさ、マジトーク意見さ、分からん。嘘、ちゃんとめっちゃちゃんと映ってる。え、ま、ちゃんとね、踊れてる。え、あとでさ、見返してほしい。確かに録画してくれてる人でさ、マジでちゃんと。じゃあ、見返します。うん、熊田ありがとう。指輪ついてるのかわいい。人差し指空に向けて巻きつけよう。はいはいほほはい。ひびきさ、本当に木体の時もさ、うん、頭の中でふわいとか言ってるよ。え、でもひーちゃん楽しそう。なんかやってるよね、ひーちゃん。自分のさ、歌わりとかで聞いてん、いつも。うん。どこ？え？ひーちゃんの歌わり。僕はいつも君のそば。え、いいよ。ちゃんちゃんみたいなやってるよね。あ、やってるでしょ。ひーちゃんって自分で言ってる。ひびき、最近ひびきだけど、ひびきってやってる。いや、思った。なんかやってんの？なんか、あれ普通にしようとか思ったわけじゃなくて、不意になった。自分で出ちゃった。そう、ひーちゃんみたいな。ちょうどいいやん、うん、確かに。絶対ひーちゃんって言われるから、ね、ひーちゃん、うん、ひーきーってやってる。おもろね、うん。でもさ、勝手にやっちゃってるからさ、何も言われん、うん、え、でもいいんじゃない。そう、ね、まあまあいいかなと思って、うん、だっていつもやってんなって思いながら見てる。そう、なんかマジで、うん、本当にしようとか思ったわけじゃなく、うん、なんかやっちゃった。うん、びっくり、びっくり仰天になった。二人だけで公演ね、二人公演だよ、ね、じゃあなんか歌ってくれるの、ひーちゃん。僕見ないよ。じゃあ僕見ちゃって。静かだけど。じゃあ、リア、僕見だったらリア、ゆっくり踊れるし。嬉しがってるわ。僕見大好き。持ってる？うーん、どこ行った？使うこれ。うん、使わせて。綺麗だよ。綺麗だよとか言って。汚いも何もないわ。
リエもこれ立ってみよう。どれくらいどこに映ってるんだろう。映ってる今。映ってる。映ってる映ってる。いい感じ。うん、いい感じいい感じ。いいやいいや。いいやいいんか。ちょこれリモコンあれにしよう、マイクにして。うん。そうやん、日暮らしできるよ。確かに日暮らし。日暮らしカラオケ入ってないからね。じゃあ。アカペラで。アカペラ日暮らし。え、じゃあ一旦、うん、なんだったっけ、僕組か。僕組。今私歌うまく歌えないからね。すいません。じゃあ僕隊。はい、お願いします。僕隊をね。僕組ね。僕隊じゃん。僕組ね。狭いんだね。そうだよ。その狭い中で私は踊ってるんだよ。じゃあ行きます。始まりますよ。じゃあやってね。ちょっと待ってよ。あ、来ました来ました。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって、喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。国道の坂を登れば落としてくる。人生であと何回この海を眺めるだろう。お果てに腰掛けて、いつも問いかけているよ。愛について君について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだ。友は何の音。私なんて何とかに多くて、ふと気づけば
良かったです。いや、僕全然疲れんかった。そりゃそうだ。全然疲れんかった。そりゃそうだ。じゃあ本当に汗がかくやつ。私汗かくやつさ、歌苦手なんだよね。わかる。すなんかさ、うん、高い曲が多くない？そうなんよ。ね、苦手なんよ。なんか自分と違った曲ね。にゃー。はい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 。じゃあ見よう。プレイリスト。え、君は何を公開するのか踊ってよ。いや、歌ってよ。私が？あ、踊るの弾いちゃうから。私踊るのが好きなんだよね。君は何を公開君は何を公開は、うん、踊るのが好き。よかった、じゃあ踊るよ。あ、踊るかじゃあ歌うんか、はい、じゃあミニライブだからみんなマジで盛り上がってくれないと。ミニライブ勝手にさ勝手にミニライブにしてるの。ミニライブにしてる。おもこいは踊れるんですけど、うん、忘れました。愛の重さ踊りたい。マジ踊れるよ。え、って多分おもこい歌踊れるよまだ。マジ？おもこい踊れ。で、歌うのもむずくね。おもこいって。じゃあなんだっけ次。君は何ことするのか。はい。じゃあ聞けたのいらんの？あ、聞けたの。全然。あ、全然。私は。じゃあはい。じゃあ行きます。まあまあまあまだね。10時半だから。はい。ディズニー配信今日12時までやるから。めっちゃやるやん。いいね。まあ確かにこういうことないもんね。ないよ。はい、じゃあ今度は私が歌います。なんで君は何を公開するのか。デリテテ。あ、私はこう、こうかな。君はここ踊りにくいな。そう、狭いよね。うん、そう、狭い。ここ開けとけばよかった、私は。確かに。でも、ね、もしも映んないからね、うん、じゃあ、それではいきますよ。はい。テン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 なんて美しい黄昏の海よ。砂浜に佇む自分が辛くなる。大人になれなくて心が縮んでく。うなずいたどこまで受け。ちょ待って、めっちゃずれてるわ。リエ、目を合わさず生きてゆく術を手に入れてしまったずるさのせい。素直になれば間に合うのかな。君は何を後悔するのか。今来た道何度も振り向いて思い悩み出した答え。なぜ今でも引っかかるあの判断。あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だらけ。トゥントゥントゥン。何を引き換えにして自由を手に入れた。夢を見なくなった自分が。えんちゃんちゃん感情なんて忘れてしまった。全てが一言に見えてくる。本気になっ
ちゃそうするだけ君はどんな後悔しそうなの今からでもやり直せるだろうたとえ何度失敗してもそうさ誰も気づいてない過去は過去だ変えられやしない今度こそは絶対待って後悔するな日がまた昇ってくるみたいに過ぎ去った暗闇なんか消えてしまえちゅ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 僕はきっと後悔しないやりたいことをやっているから君は何を後悔するのか今来た道何度も振り向いて思い悩み出した答えなぜ今でも言いかかるあの判断あれでよかったのか誰もみんな人生後悔だらけトゥン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 トゥイエイイエイちょっとずれてますけどねはいちょっとかなりずれてましたこの中よくわかんないなんかちょっとおかしかったなんかめっちゃずれてましたねちゃんとどれとかちょっとよくわかんないけどはい埼玉メガネ女子ふぅ埼玉メガネ女子埼玉メガネ女子ってなんだよねありがとうありがとうごじゃるひーちゃんうまいねほんとありがとう綺麗やねひーちゃんのダンスありがとう嬉しい嬉しすぎ何も後悔なんかあるわけないでちゃんと言えたらかっこいいんだけどあの胸の片隅に疑ってるものがある人は何を言って言い聞いたなんて語り得ないよ何を起こした何かを明日頑張ろう僕らは必ずにちょっと無理ですね全部踊れんやんだから、はい、もう本当にこれを忘れちゃった、うんうん、本当にそうやったのはさもう半年以上前だもんねこれめっちゃまあ、ね、でもなんかさフルやったのはそうフルはね瀬戸内さんの時だけどねあれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろうヘイヘイ一番レッスンきつかった曲って何え一番今まで今まで一番ですね瀬戸内研究施設は曲うん無謀あ確かに無謀は結構大変なんか無謀めっちゃ言われた気がする、うん、無謀は確かに大変だったかも無謀も大変だったし、うん、拳かうーん拳じゃないでも確かにでもなんかさ、僕隊も簡単だったけどさ、結構いろいろ割れてるめっちゃねうんでもさ、覚えるまでは難しかったもう全部が全部まあ確かに確かに、それはそうもう全て難しいそう、振り入れがないからさ、なんでもむずいんだよねいや、そやなうんそこよなそうなんよねほんまになんかもうでも今は、うん、だいぶ振り入れがなくても踊れるようになった、うん、いやまあ確かにマジでなんかね、結構ね、うん、覚えれるようになったよね、少しはうん前に比べたらでも自分はうん記憶の最初のレッスンがめっちゃうわでも確かになんか構成が難しかったんよ、うんうん、フリーっていうよりもそうだわ構成が複雑で全然覚えらんなくってね、うん、確かにでも、うん、息をする心大好き、うん、息をする心歌ってよんちょっと大丈夫かなんで息を歌ってくれるのちょっとリエにリエも踊りたいのにさ全然踊らせてくれないのひーちゃん全然さ、うん歌がうまく歌えないっすよ。うまくないよって。ひーちゃん。だってひーちゃんのファンの人はひーちゃんがここにいる方が嬉しいやん。ど
かな、どうかな、ひびきようさカラオケ配信しとるからさ。え、そうなん、過去やってる、やってる、うーん、たまにカラオケ配信、うん、でもなんかさ最近さちょっと歌うのが怖くなってすんだよ。あ、けどカラオケ配信って緊張するんだよ ね毎回毎回リエ来る来る、私で結構結構ね勇気いる、うん、来る来るでもいつも、そうなんすよ、まあ、一旦休憩しましょう。うん、休憩してください、水分補給してください。水分補給、少女たちよ、もうそろやりかける、もともといびき少女たちめっちゃ好きだったんよね。あ、リーチいいこと言ったらって、諦めるな、うん、でしょ、自分たちどんな曲やったんだよね、何したかをさちょっとあれしとけばよかった、今度やる予定じゃなかったし ねアジュアルデイズあれあ、もう踊れるよ、完璧、完璧よ、私2回目だもんあれ、うん、でもなんかティンがジュアルデイズ歌っちゃったら悲しくない？あ、やめてほしいかもそれはもうショールーム最後の日に、うん、じゃあ踊りに行ってあげるよ、その時、うん、ありがとうございます。言うたいやつないんか、言うたいやつないよ。あ、くるくるかき氷、くるくるかき氷、もう覚えてないなんてて、ちょちょちょ、でもあれ結構さ飛んでるよね、飛んでるね、でも楽しかったな、ニクフェス楽しかった。あ、これヒーターのチェキです、チキです、イエーイえ、ひびきさ、リエチのチキ結構長く挟んでたよ、変わってたよ、ユーナに、でも長く今日見たよ、でもユーナは昨日入れたんよ。あ、そうなん、うん、昨日の昨日もらったんか、昨日の昨日いつか踊りたい、そうな、ティーチャーティーチャー、ディッディッディルディンディンディンディルディッディルディッディルディルディッディルディッディルディッディルディ、明日お話し会行こう、楽しみ、ワクワク、楽しみ、お話し会大好きね、見て響き今ゲゲゲの鬼太郎みたい、あ、君好きか、君好き、君のことが涙の表面張力ですか、ゲレキえ、でもマジで踊りたい、踊りたいよね、うん、これなんだっけ、うん、最初何だ、ギリギリさよならがいいなよ、すべてを変な急ぐ、こりょうさん好き、わかる、ちょっと待って、ちょっと待って、これできるよ私、ここだけわかる、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、最後の最後までいい人でいたいなんて、優しいふりしてた自分を現実しようか、彼女とは本当に何もなかった、理解しても言い訳をしてるみたいで、面倒だ、はいはい、なかったらおしまいだ、そうだろう、はい、キリキリさよならがいいなよ、ちょっと無理だよ踊れないよマジで、超ニュアンスあれ覚えてきてって言われたら、うん、どうやって覚えようってなる、え、それな、超スローにして、だからもうリオさんに教えてもらうのが一番いいよね、確かに、え、うん、超スローにしても、うん、ダイナの表面張力は厳しいかもしれない、うん、結構、うん、なんだろう、しいよ本当に、トゥトゥルトゥ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 、ウーマンさん、2人がステージに出ると安心するよね、ほんま、やった、他はヒヤヒヤするよ、なんやねん嬉しいですね、ありがとう、 Thank you, thank you, thank you me too、 ちょっと歌ってみ、ヒーちゃん歌っとりゃ、ヒーちゃん歌ってほしいみたいに、そう、ヒーちゃん歌ってほしいと思う、涙の表面張力無理だよいや、歌うのはいいじゃん、音の方が無理やろ、ないすまん、こっちはここしか知らんわ、歌ってみそうって絶対表面張力のこと言ってるよあれさ、うん、息続かんやな、じゃ交代するわ、いや、ヒーちゃんがいるよあいつ2番あんまり伝えない、うん、え、じゃあマジでないでしょ、完璧だよ、ほんま、うち、うん、もうどう歌ってもほんま、大好き、これで、うん、これでじゃない、私一回これで歌おうとしたんよ、うん、なんちょっと下手くそでやめた、本当に途中でやめちゃった、そっか、ゆたりやつないか、ゆたりやつないんだよ、悲しいことに、はぁーい、やはよよ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 、ティーチャーティーチャーのせい、逃げ越しで、なんかあるっけ、え、七の曲は割とまだある、
いいちゃん何が歌いたいの？バラード？私バラードしかうまく歌えない。いやうまいやん他の曲全く。でもバラードの方が歌いやすいよね。そうバラード、うん、あ日暮らしやらんのやってん。あそっか日暮らしやる。あ入ってないんだ日暮らし。うんラジオ入ってない、うん、じゃあアカペラでやる多分、うん、手遅れポーションなんだっけ。日暮らしやるやん。聞こえないふりして。日暮らし流しちゃいけないのこれ。無理だろうね。流しちゃいけないんだ。え多分ね、うん、聞けばいけそうだけど。確かに。じゃあ自分で歌詞が怖い。自分の歌割りがうざお願いします。すごくなっつってやるやつでしょ。小学校の頃やってた。太陽公園うざ最後にキスをしよう。日暮らしね。あ、日暮らしで歌割り見ればいけるよ。ほんと？うん。私はいけるべ。じゃあお願いします。じゃあ歌うだけ。オッケー。うん。で、日暮らしの恋。はい、歌います。歌割り通りだよね。うん。リボ踊りたい。え、なんだっけ。 AKB チチチチチチ RBA テレ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 マイエスメーガリーガスガスガリーヌヌでも場所、希望の道を歩け。ヌーヌーヌーリバーリバーリバー。ちょっと難しい。あ、じゃあ日暮らしね。はい、これ笑ってる時日暮らしって気まずいって。じゃあでテレテレから。あ、じゃあ言ってください最初。分かった。なんだっけ。テレ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 テ。泣いてる場所あなたにはわかりますか。暮れなすむ公園のどこかの木の枝って。友達と思われてる私だけ泣いていてもあなたに気づかれない。悲しい一人とね。季節終わってしまう前にどこかへ飛んでゆくわ。そばにいるだけで辛くなる儚い心。私がなかなかな迷い込んだ心の森。私がなかなかなせめてこっち振り向いてよ。言葉にできなくて16の夏。トゥルルントゥトゥトゥルルトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 。もしもし私でもし私いなくなればこのあたり静かになる。あんなに聞こえていた日暮らし遠い空。今日と違う明日はいつも寂しく思うでしょう。あなたに見つけて欲しかった小さな片思い。一人からからかな短すぎるその一生。一人からからかな思い出していつの日にかあなたが好きでした。16の夏。私からかなかな
込んだ心の森を私からかなかな、せめて心地振り向いてよ、言葉にできなくて日暮らしの恋。ねえ、ドゥーちゃん。おろすぎ。あ、私黒やりたかった、ほんま。本当に？黒でも可愛い。ね、衣装はさ、黒がいいよね。歌割りは、歌割りも結構黒好きなんや。本当に？黒がいい？だ、友達と。でも、ヒラシって難しいよね、リム。マジむずい。ちなみに次の僕隊は私はジェットコースターです。言っちゃうんだそれ。だってみんな知ってるもん。あ、そうなん、うん、僕たちはジェットコースターみたい。でもやっぱ響きリエチのジェットコースター大好き。本当に、うん、これこれこの癖の強いさ胸に刺さってる。そう、めっちゃ好きそこの歌にめっちゃ好き、ね、ひまわりもね、あの麦わら帽子がいい、ね、ひまわりマジ大好き。まだ入ってない、ひまわり入ってないよ。ない。歌の曲あんま入ってないかな。悲しい。ひまわりめっちゃ好き。あ、ひまわり歌おうよ。半々で。半々で？え、この。うん。え、ひまわりの歌詞ある？あるよ。何で見る？普通に。これで見る。ひまわりの。これで見ますか。確かに。ビバハリケーン。ひまわり好きだよね、ひーちゃん。ひまわり大好き。もうなんでひまわりできんの？私。じゃあ、うん、オール一緒に歌うでしょ、うん、で、ここ、うん、別で歌って、うん、オール歌うでしょ、うん、で、うん、この次ここ、一人一人、ここも一人一人、うん、でんでん、うん、でんでん、うん、でんでん、うん、じゃあリエ、一番最初のやつ歌っていい？ Feel like date と、テレビから第一まで歌うわ。うん、じゃあ、ここ、ひびこう、リエチからこう、こう、こうね、オッケー、じゃあ、ひまわりで、はい、ここを立てたかけてくる、うん、立てたかけてくる、ひまわり、歌詞がね、ちょっと響き、あんま歌ってない、私も他のパートは分かった、はい、じゃあ、ひまわりを、はい、めっちゃ歌うやん、はい、せーの、てん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 伸ばしているんだ。もしも雨に打たれても溢れる涙も拭わず、悲しみのその向こうに未来信じているよ。じゃんじゃんじゃん。古いバイクで手と腕を目印に、夏の近くへ君を連れて、ゆるい坂道の、ん？途中で見えてくるよ黄色い花火が広がる大地、僕は何も聞かないよ、生きていればいろいろあるさ、嫌なことも辛いこともそういう時僕はこの丘から一人眺めるんだ、君の中のひまわりはどこに咲いているんだろう、目指してた夢があるならちゃんと思い出すことさ、時に雲に隠れても諦めることはないんだ、憧れのその日差しはいつか君まで届く。はい、じゃん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 、ガードレールに
塩かけ並んでた。やがて夕日が影を作る。電線が震え、かすかに泣いていた。黄色い希望はそれでも立つよ。僕は何もできないよ。この景色を教えるだけさ。悲しみとか寂しさとか落ち込んでも君は自分死んで空を見上げるんだ。君が君であるために立ち上がるまで待ってるよ。星空のその向こうにもきっと太陽が待ってる。君の胸のその奥にひまわりは咲いているはず。目を閉じて思い出していつか蒔いたその種。はい。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。トゥ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 ルルトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥ、ヘヘイ、ありがとう、ありがとう。パチ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 パピンパピン、急にパピン、トゥルルトゥルルトゥ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 ルトゥルトゥルトゥル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 ル、え、あー、そっかそっか、トゥルルトゥ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 ル、さあ、ヒーたちは韓国がね、そうなんですよ、ね、K-POP もね好きですからね、好きですよ、 K-POP 大好き。ヌイちゃん、ラブユー、ハートありがとう、これぴったり、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ほほほほほ、うん、でもまでよよ考えひまわり、ひ、えるしよ、君の頭とか肩とかに三学年離れておとは思えない、三学年離れておとは、君年下なんですけど先輩、え、何歳今、18、え、18、うん、なんかさ、うん、数字聞いたら若いね。ひーちゃん何歳今？21歳。結構違くない？拳で。え？そうだよね。うん、結構さ、うん、18と21って聞いたらさ、うん、年の差感じない？いや確かに。19と18だったら全然変わんないけどさ。うんうんうん、やっべえ、中身変わらん、変わるわ。拳だしね、ひーちゃんは。拳で。拳の年だから。ドゥンドゥドゥン、イッチかと思った、それはない。あちらは俺ら抵抗するんで、なんで抵抗やばすんぎ。いい、ひーちゃんお姉さんに見えるけどな、ひりちとか。ええー、ひーちゃんお姉さん見えるでしょ。どう見てもひーちゃんお姉さん。そうでもない。でもなんかふとした瞬間がお姉さんなんだよね。そうね。
今日ひーちゃんのキュンポイント年齢ポイントキュンポイント、そう、私ひーちゃんを彼氏にしたいかもって言われたんです、うん、今日ねリエチに、ついさっきだよ、そうひーちゃん車が通ってすると「リエチ車!」とか「危ないよ」危ないよって言って、うん、ちょっと引っ張るよね、うん、それしかもひーちゃん外側に、そうひーちゃん外側マジで本当デリーファーストなの私え、マジで、うん、ドアとかもこうやって、うん、はいいよ、うん、ね、全然本当にね男性みたいなことをします、マジで、うん、あの本当は、うん、男性だったのよ多分、うん、そうなんですか、そう絶対違うと思うんですよひーちゃんのそうだけひーちゃん彼氏にしたいかもって、うん、そうそう今日ね、ぜひぜひ、ついさっき言ってた、ぜひぜひキュンポイントです、ぜひぜひドキュン、男でもすもんねとか言われたんだけど何がやねん、何がやねん、イケメンひーちゃんそうイケメンやけどひーちゃん、ちょ、バチさん、ダンス、ダンスをやりたい私、うん、え、仕事前ダンス配信してる、あ、マジずるい、うん、いいな、カツラ買おうかと思ったよ、ひーきも、そう、カツラあげるよ、え、ちょっと一回させてよ、いいよ、マジダンスをやりたい、もうダンスをせんからもうきっと一緒ダンスをさせてしないからガチダンスをさせて結構やりたい、え、すごい、そうやって出るんだ、うん、出る出る出るよ、すごいね、リチにも出るでしょ、え、出たことない、そんなピコピコ、マジ、うん、出る出る出ります、あと充電 20% ですって、ここにさ表示されてる、え、でも私もなるよ、ここ、え、そうなの、それは出るよね、うん、ピコピコ出たことない、なんでだろう、すごい14だよ、これも14プロマックス、14は出るんかね、それが、はい、キビキちゃんも行動が大人なんだね、いや、さすがさすが分かってる、さすがなんで、ナピちゃんよく分かってる、はい、よく分かってる、そうなんですよ、ありがとう、ありがとう、そういうとこね、かっこいいポイント、そう、かっこいいポイント、キビキ持ってっちゃうかもしんない、女性にいいよ、そういうさ、もしショートカットとかにしてみたら、やだ、女の子、そうなるともうアイドルじゃなくなっちゃう、女の子を狂わせるアイドルちょっとやだでもそうなるともう私はあの男性になんなきゃいけなくなっちゃうちょっとでも一回マジ男性みたいな髪の毛やってみたいなと思ったことある、うん、いや、分かる、ね、やりたいよね、そうでもね、そうやっちゃうとねアイドルっぽくなくなっちゃうから、そうそう、やってみたい気持ちあるよね、ガチで、あ、ヘビキちゃんすっぴんツーシュレ、すっぴんやばいちょっと無理っすちょっと無理っすでも空に散らばった、あ、そっちなんだ、空になんかできた、空に浮かんでいた暗げるような次が果てた、忘れを届けば、全然覚えてないんだけど、あの夏の君がたまに見つけないまま大人になる、君のポケットにあるが咲くなんか笑ってるよね、りえちゃん歩き方ベテラン俳優俳優なんやつ、そうだ、長いから引きずっちゃうんですよおもろすぎ、ベテラン俳優ベテラン俳優ちゃんちゅんちゃんちゃん、今何時？今ね、11時だって11時、まだ11時なんやん、言うて、うん、言うてね、11時でーす、ドイツでーよーしゃーはんにゃんにゃ、ダイアナ S 見らんな、ほんま見らんな、見らんなって何、見ないと、見ないと、今日見るの、いつも見てるよ、毎日見てる、暇があれば、毎日キリア、オールしてみようかな、もうやめて、死ぬよそれはそれは死んでしまうからやめて、明日めっちゃ早いよね、日々たち、明日早い、早かった、それなのにさ、こんな元気な配信してるの私たちだけだよ、きっと、え、みんな配信してる、配信してんじゃない、だって今日みんな前乗り出した、ウィッグしたい、マジウィッグする、ウィッグしたい、しざますね、あ、もうめっちゃスチールめっちゃほんまですよ、ほんまですね、でもスチール本当いい時ってもっとバー当たる、うん、バー当たる、会社変わったしね、野生な、同じこと言うとした、うん、ひーちゃん何気なさかじゃんけんある、え、確かにやば、朝なのじゃんけん、朝じゃんけん、うん、大変よ、やば、むくみむくみむくむで、明日はそらりちがばあばほしよ、それが一番に働くのだろう、むくみかたりえちむくみ買ってない、むくみなんかさ苦手や、飲んでない、あ、そうなんだ、美味しいのに、むくみマッサージします、明日何時に起きる、マジ早いよね、明日6時、あ、5時5時半ぐらい、
まあ、そうだね、だってメイクとかせんよね。うん、あとでやる。あっちでやっていいでしょ。じゃあ、あっちやっていいの。うん、少女感じが5時半ぐらいの起きましょう。ではねえ、ヨーグルト買えばよかった。え、買いに行こうよ、あとで。ね、うん、ヨーグルト買いに。朝が、だってケータリングには絶対ヨーグルトはないから。うわー、え、飲むヨーグルト飲んだらさ、なんか壊すしますマジ。うん、腸活されてんのかな。でも良くない、なんか腸活されてんの良さそう。確かに良いですね。うさ、ありがとう。ねえ、リーチが僕の太陽を歌う後ろでひーちゃんが一人しっかり踊っている。おもろすぎ、うん、オタクの朝は早い。いいね、楽しいやん。ツイートしていてね。ツイートしてね。ツイートしてね。おうさ、ハッタリアと今からヨーグルトハンティングを持ってかないで。明日は話決定して夜ヨロピワルさん初見ですって嘘つかないで。そうやってヨロピヨロピそうやって嘘つかないの。それにみんな何時の起きんだろうね。皆さんは何時、それのファンの人何時ですか。皆さんコメントよろしくお願いします。それの何時だろうね。今日はマカリカ徒歩10分のとこ。マカリカ徒歩10分なの。ここってさ、うん、何分ぐらいかかるの。結構長いのかな。マカリでしょ。アレスさん、ありがとう、結婚して。ありがとう。そんな近くないと思うね。うん、だってリエの家が、あ、リエの家がって、7時6時ぐらい。じゃあ7時、あ、6時7時、そんなもんか。みんなってみんなよりも早く起きる。私は起きる。みんなよりも早く起きてやるぜ。起きてやるぜ。おーほほおーほーね。おー、で割とかかるよね。いろいろ言っちゃいそう。言っちゃいそう。え、もうここか、ほんまに。ここ？絶対おかしいやろ。あと、マカリメッセ。ここマカリメッセ。マカリメッセって書いてあるの？そこなんて、そこ現在地じゃない？あ、ほんまや。ほんまや。ほんまや。あ、結構かかるんやね。うん。余ったやりまでした。もしかしてなんでなんだろう。ちょっと待って、見せて地図もう一回。はい、くそ、なんでもないや。ありがとう。うん、ビンゴリンゴ、あれはおひいちゃんです。うん、始業式あるけん何時のきらぶしたら。始業式って何時だっけ、あれ9時何時あれ。始業式結構早いね。始業式絶対皆さん来てくださいね。ね、来てね。明日寝坊しないで頑張る。頑張ろう、はい、頑張ってください。頑張る日本。8時に現早いね皆さん。8時ぐらい起きる。車で行くかも。あ、いいね。あ、ささんひちゃんおしか、まるさん結婚してありがとう。ピキピキピキ。9時半なんだって始業式。絶対みんな来るんだよ始業式って。ね、始業式制服だしねみんなね。始業式ってマジ高校みたいなことするの。ね、思った。始業式何一列に並べとか。いや、わかんない。どんなんだ。でも撮影 OK らしいよ始業式。え、ファンの人がってこと。うん、そのスマホで。うん、可愛く撮ってくださいね。響きのことなんて撮る人いないか。なんそのみんなひーちゃんのこと撮ってるわ。え、思ったより撮られてないんだよね。こうやってみんな撮ってください。みんな撮って、みんな響きを可愛く撮って、細く可愛く撮って。ここ細くないからさ、細く可愛く、お願いします。可愛く、ブサイクは載せないでください。リーチ撮って、ごめんなさい、リーチ撮ってるでしょ。撮って撮っていいよ。撮影、え、わかんない、撮影 OK なんかな。え、撮影 OK じゃなかったっけ。撮影 OK って書いてあったかな。うん、いや知らん。でファンの人が知らなかったら私も知らない。ちゃんと確認してお願いします、うん、怒られちゃいますか。はい、リーチがオッケーって言ってたからとか言ったらどうしよう。いや、間違えない。すいません、間違えました。でもいいって書いてあった気がする、うん、はい、頑張るので可愛く写ってくださいって。うん、それは分かんない。でも細くてさ、顔が可愛ければ写る、可愛く写るけどさ、そんなことはないからさ、うん、加工してみんな加工してもらってください。加工してください。眉毛
書いてないからな、響きは。今日書いた。眉毛だけ。眉毛、眉毛書かない。おい。なんかさ、私体がさ、狭くなったよね。思わ？なんか、これかな。思わんよ。狭くなった。この画質があれだからじゃなくて。普通に。普通になんか狭くなったなと思う。なんか、目ちっちゃくね。いや。それで喧嘩売ってんのか喧嘩売ってるよ。喧嘩売ってんのか。それで目が小さいとか。そう。ジャイアンコールだ。ヘイヘイ。筋トレしようかな、筋トレ。確かに。筋トレしたらなんか自己配信みたいになるよ。いや、確かに。うん。それな。でも最近マジ筋トレって思いながら結局できないんだよね。踊ればいいね、ひーちゃん。うん。アイドルもさ、踊れるよ、私。もう覚えたんよ。カラオケ入ってないんだもん。マジ踊れるよ、歌えるよ。一人で。心が痺れるくらいずっと。なんかハズで世界が続くよ。今の今何を比べたらいいのだろう。それ大丈夫そう？まあそれ。うん、だってまだ行ってやったことないもん。これからいつやるか分かんないし。そう。いつかのために覚えたんよ、響きは。でもさ、アイロもさ、うん、まあもう2ヶ月後ぐらいかもしんないじゃん、やれるってなのさ。わかんないよ。だけどすぐ来た時のためにすぐやるかもしれんじゃん。そう、えけ覚えたんや、うん、暇だった。目指せシックスパック。シックスパックなりたい。やばバキバキや。シックスパックなりたいよ、私は。え、でもさ、ちょっと線入っとるの好きなんよ。え、わかる。そう、だから私はちょっと線入りたい。え、でもね、うん、なんかね、頑張ればちょっと線入ってるんよ。頑張れば線入ってる。頑張れば線入ってるんよ、うん、そう。でもご飯食べたら、うん、おっおっ懐かしい。お懐かしい。明日明日明懐かしい。明日じゃない。靴下着てないんだよね、どんちゃん。ねえ、ね、やめてそれは。どんぺいちゃん。どんぺいちゃんだよね。靴下どんぺん。どんぺん。どんぺん。ドンペンです。ドンキのペンギ。ドンペンペン。ペンギン、ドンペン。ウェイ。ドンペンペンペン。今から響きはカゲロウに、カゲロウじゃないの、なんだかあれ、カゲロウって。僕たちが我が見たかった青空が見て、ゲゲゲの鬼太郎。ゲゲゲの鬼太郎。ほんとだ、すごい。ゲゲゲの鬼太郎。なんかやだ、こういうアニメいるよね。うん、とかなんかお化けみたい。じゃあやめてそういうの。そなんか今ゾワッとした、やめて。とかダメって、やめてって言ってるよね、リュウチちゃん。え、だってさ、さっきさ、尾道でとか行ってきたよね、ひーちゃん。そう、姫なんやん。ひーちゃんも、え、行ってきたよ、二人で。姫だって。二人とも行ってたよね。うん、姫だって。マジでやばかったみたいな。ごめん、全然ね。え、ごめん、全然。またそんなことない。安全、安心、安全のホテルです。全然、そんなことないよ。知らん。姫野が言い出したよ、あれ。そうなんや。そう、ビデオツアーしたんやね、あの時ね。そう、昨日ね。昨日、昨日、例え昨日の、昨日か。姫野の誕生日の前日。そうか、そうだよね。なーよね。やべえ。お疲れた。お疲れやち。テレテレテテ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 か。ああ、なのになぜ冷たい。やばい、今の帰りか、私。狭すぎる。うえい、ユウダの話でこっち来てるの。内緒お願いします。あ、内緒、言っちゃおう。言っちゃおう。こうだよね、これめっちゃ好き。これめっちゃ好き。あとこれね、これ、分かる分かる、絶対同じとこ行ってる。テルテルテル音楽警報聞こえないふりして汚れてゆくのを見てるだけ。わぁわぁ、じゃあなんか歌ってよ。無理。踊りたいんだけど。無理。なんで？もう歌うあれがない。歌うネタがない。早くいかないんだよ、歌って。
うん、実はあれ苦手なんだよね。あ、しかし、あれ歌うのさ苦手なんやね。難しい、うん、高い。え、マジ歌え、うん、一回歌ったことあるけど、うんうん、ちょっと次から歌うの本当に汗かいてないからリアホンってことで、僕しか踊ってないよ。じゃあ、ラジオ体操ん何ラジオ体操して、ラジオ体操嫌よ嫌よ、せっかくなんだから踊らせてよ。なんかない即興のダンスしない？シュコッ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 コ即興ダンスするの好きなんね。自分で作るんよ。やってください。マジうまいよ。うん、じゃあなんか歌くれってよ。なんかディズニーとかさ、うん、なんかさ、なんか普通のいろんな歌で、うん、普通の歌ね。じゃあ普通の曲とかじゃなくて。よくやります。チュ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 今日もいつもと同じ朝。あ、そういいそれ。何？そういいん。大丈夫だよ。え、大丈夫じゃないの？生歌だから、うん、生歌だから、生で、ディズニーダメだったの？え、これダメなの？しょ、え、じゃあ聞いてみて、ファンの人に、うん、大丈夫って言ってる、ファンの人の方が、うん、結構詳しいんで、うん、あ、決勝、決勝いいね、決勝、まるで愛の決勝って、や、決勝踊ったよ、いいなぁ、やりたかった、大丈夫でしょ、大丈夫でしょって、ちょ、待って、誰か、あと誰か、あと一押し、大好き、ディズニーの歌大好き、お気に入り、本当に大丈夫、え本を読んで伝説とかバンされたらよくない、絵を描いたりマジディズニー好き、ギター編み物香りはするの変わらない毎日ちょっとりえちゃん今もう無敵状態いや無敵状態らしいよ。そうなんです。ママの。ちゃんちゃにんちゃんちゃんちゃんとととと。見せてあげよ。うん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 。わかんないんだけど。ドゥル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 。テンションおかしくなったら本当にさいろんなダンスしてる。なんかマジ自分で。決めたダンスでもカエル化するからやめとった方がいいわこれで結構さ響きカエル化なダンスするんよめっちゃじ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 ゃひーちゃん前髪見ると100倍かよほんまだけど前髪やばい眠い助けてリーチミンミンゼミ眠いですひーちゃんデレデレお気に入りのいよーパン食べたいずっと言ってるやん美味しそうなんだ、うん、絶対さ美味しくないことないもん美味しそうカロリーえいくついくつえいやもっとそれさくるみだからカロリー低いかと思っただってチョコだもんくるみって健康やばくないほらチョコクリーム入ってえこれさそんなところどこまで行った何 ?200 ぐらいいや300全然いいえ500だもんこれカスタードでもっとカロリーやばいかと思った私のはこれなので結構カロリーがすごいです食レポしてください無理です結構ねカロリーすごそうふぅーチョコ溶けてなくなるからゼロカロリーやばすぎやばすぎない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 高カロリー万歳じゃないのよチャン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 テルンテルテテテテルテルテテテテルテテ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 やばい眠くないどうくない現地的に全然眠くないほんまひーちゃん来た来た誰でこれでさ全然さねえ開いてるよええっじゃあ丸着声だったじゃん歌ってる声とかなんであそこいつも閉まらんの分かんない呪われて配信中で配信中でそんな格好であこの人ダメだこの人この人ダメだあそうじゃんこの人時間的にアウト声もダメらしいよ本当え大丈夫だよ声一瞬さ下げてくれあ、いいじゃあ隠すよちょ、今一瞬見えたからはい、オッケー、オッケー、うん
あ、あんまり告知しちゃダメよ。ちょっと待って、テレビに映る。テレビは映る。しゃがんでくる。テレビに映る。テレビダメなの？うん、ダメ。テレビ越しに映る。うん。あ、そういうの？しゃがんで。それぐらい？それ映る、映っちゃう。どこに？あ、いや、大丈夫。あ、リーがテレビの前にいるわ。そこ大丈夫だ。リー、これ下ろしてもいい？いいよ。かすみん、なんか歌ってって言おうとしたら。ダメだよ。で、カラオケ配信したいんだけど。え、めっちゃ空いてたよ。どんぐらい空いてた？え、もう普通に。じゃ、声丸聞こえ？多分。え、なんか聞こえるなと思った。ああ、まあまあまあ。それぐらいならいい。しかも、日暮らし歌ってるの見たし。あ、見てたんだ。うん。ねえ、なんで？ドライヤーしながら見てた。ウケる。見ないで。飲んでおいて。ね。え、閉めた。今。怖いって。だから、いつもさ。ひーちゃんのやつから人がいなくなっちゃうよ。ひーちゃんの配信から。何してるの、あれ。そうす、うん、はい、ね、歌っていい。はい、ひーちゃん、いいよ。はい。なんかさ、ここで聴いとる側ってさ、これ音楽がないからただのアカペラよね。わからない。そうだよ。じゃあみんな、みんな何歌おうかな。何それ。で、ひーちゃん何がいいかな。ひーちゃん歌うなら何がいいと思う。何がいいかな。まあでもいいよ。響、知らんかったの。まだお風呂入ってないの。入ってない。どう見ても入ってない。自分最近の中で一番早くお風呂入った。素敵。うん、でしょ。てかさ、早くないか、すみん今日ベッドにダイブします。だっていつも0時回ってからお風呂入るけど、今日は入った。やばい、隣の人に迷惑かけた今。ドンって言っちゃった、すみません。マジでごめん。チェンやろ今。ドンってしちゃった。ひーちゃん踊るの。何それ。くるくる。あ、いいよ。かき氷。うん、ところどころ分からんけど。だって歌うの。いや、自分も出たいな、出演。ダメだよ。じゃあ出演したい。それでは行きます。じゃあ、この前でも実は前歌踊ったんよね、リア。いや、歌ったマカロキ配信で。それ歌詞出るの、カラオケ配信って。出るよ。え、したことないの。したことないよ。え、マジか。やるよ。やだよ、苦手だもんだ。そう。いる。なあ、チョコはちょっと胃もたれしちゃう。パンか。私ヨーグルト食べたいんだ。どんちゅうかく駅乗り換えちゃって、ちゃって、やっと見えた海が綺麗。エンジョイしましょう。楽しみすぎて眠れないほど待ってたんだもん。待ってたんだもん。早見集合、染め解散。熱すぎパーティー。メイドうちに。ハワイ、ストロベリーもいいな。ねえ、準備できた。スイートマイ、くるくるかき氷蒸しちゃって作っちゃって、夏はもうそこに来ちゃってるから、もういっぱいくるくるかき氷食べちゃって好きちゃって、日焼けした肌に君はもうメロメロ好きなんです。イエーイ。今日も何曲目、リエ。ずっと歌ってんの。うん。日暮らししか見れなかった。以上で恋人同様だよ。付き合うってセリフはそう。もうすぐ近く。なんかまだ帰りたくないな、なんちゃって。見てみたりしちゃったりね。恋はスリリン。ちょっと待って、スイカあるの最高のプランですね。パーティーは終わらない。くるくるスイカ割り、むちゃって叩いちゃって、夏だもん。大きい口で食べちゃっていいじゃん。ぐるぐるスイカバディ、ストーリーに乗せちゃって自慢しよう。メルディウクス好き、私も。はい、イエーイ。見つけれんかったよね。かわいそう。汗かきながらドライヤーした。ウェーブウェーブ。飛んで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 。ジャンプ力すごくね。カスミン飛んで。やったんですか。いいな、自分も映りたいね。そう、映る、映るなんか。そう、悲しい。最近泣いちゃった人、
悩んでた人、笑ってた人、キンキン香りを食べようぜ、特別だよシロップたくさんかけちゃう、くるくるかき氷、我慢我慢声出さない、合図出したら行こう、スイートワンゴー、くるくるかき氷、まさて作っちゃって、夏はもうイエーイそこにイエーイ来ちゃってるから、もういっぱいくるくるかき氷、食べちゃって好きちゃって、日焼けした肌に君はもうメロメロ、うす好きなんです、す好きなんです、イエーイ、わーイエイイエイ、あ、カズも映ってます、映ってます、君大丈夫って映ってます、顔は映らんですよ、姿、え、それってさ、自分謎なんだけどさ、どうやって未成年と未成年じゃない、あ、もう未成年になったけどさ、高校生と高校生じゃないってさ、判断したのかね、うん、ショールームの上でさ、天才じゃん、間違えて妹映っちゃったけどさ、うん、別に何も、まあ、よかったわ、うん、わん、イエーイ、じゃあ気分、上さん、イエーイ、イエーイ、ありがとう、ありがとう、ねえ踊らせて、もう歌えないよ、もう疲れたよおばさん、何二人で踊ってたの、ひーちゃん歌ってないよまだ、あんまりひーき2回ぐらいしか歌ってない、うん、1回しか歌ってないよ、二人で歌ったじゃん、あ、めちゃ歌ったね、うん、めっちゃ歌ったやんじゃん、めっちゃほとんど歌ってる、ひーちゃんが歌ったよ、ひーちゃんが歌って、私汗かいてない、もう汗かいた、もうあと30分しかない、ひーちゃんはさ、疲れた、え、どうなんの、何それ、そうやってさ方言をバカにしないの、君はさっきこれで僕の歌ったのがあれ、人間関係得意な方じゃなくて、やばい、もう疲れたわ、一番楽だと思った、明日もう行けないかもしれない、暑くて疲れた、自己嫌悪の日々だった。歌ってって言われてるやん。そうだ、だからひーちゃんが歌ってってことだよ、これ。見て。あれ。あ、これリッチのメガネ光るんちゃう、光ってるよ、人生相談医学系大学4年生、就職しなきゃいけないけどアイドルになる夢を諦め、それは絶対アイドルになった方がいいよね、あ、あ、読んで読んで、静かにして、自分のリタイス、人生相談ダメダメダメ、はタスミンは子供だからダメ、じゃあ静かに、はい、人生相談、医療系の大学4年生医療科、でも医療科、うん、か医療だよ、就職しなきゃだけど、うん、アイドルになり夢を諦められない、どうしよう、でもひるきは後悔したくないから、うん、美容師を蹴ってアイドルになったけど、蹴ったよあ、無理しかったよ、うん、でも多分受けんかったら後悔する気がする、確かに、うん、なんか、ね、うん、正味さ、このまだ大学におって、あのアイドルのオーディション応募して、うん、応募してから考えたらいいと思う、響きは、確かに、そう、受かってからでいいかも、うん、私は、私が思うのは辞退もできるから、一旦オーディションを受けて、うん、で、受けてみて、ね、確かに、だって、だってアイドルは何歳になってもできるもんじゃないけど、うん、医療系はまあね、でもこれ今4年生だったんだったら、うん、一旦卒業はする、まあ、そうね、卒業した方がいい、うん、資格があった方が絶対確実にいいから、確実に、素敵です、確実にあのアイドルをとりあえず受けてみて受けてみて、受かったら、で受かってさ、いいところのアイドル事務所とかだったらさ、そう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 、ちゃんと資格もさ取らせてくれるように学校行かせてくれるから、うん、事務所って大事、事務所大事なので、そうですね、そう、結構確かに最近アイドル年の制限がね、うん、緩い緩いところは緩いしね、確かに、その48とかさ、
その坂道系になるとさ、あれだけど。いいよ。でもアイドルはマジやりたいなら人生後悔しちゃうから挑戦するのみだと思う。うん、挑戦してね、違ったと思えばやめればいい、うん、自分の人生は楽しく生きていった方がいいと思う。せずに後悔よりして後悔の方が絶対いいから、うん、ほんまにそう。コスミが珍しくいいこと言ってる。ほんまにそうなんですよ。毎日いいこと言ってるよ自分。いや、そうやって自分で言うからよくない。確かに、そうやって治ります。そう、諦めてダメだったらね、それまで。そう、何事も諦めないのが一番いいですね。そうだよ、マジで。諦めんかったら叶う時は叶うしね。うん、夢は叶う。そのさ、そのライトやめてもらっていいですか。うん、青なんですけど、すごくせ目に悪いんだよ。そうだよ、ブルーライトだよ。それ良くないんだよ。リーチの目がだから、やってみて、やってみてください。アイドルひーちゃんと対バンできちゃうかもよ。やろう。アイドルになって、ね、その人。うん、じゃあ推しと会えちゃうかもしれない。アイドルになったら対バンできちゃうよ。じっちゃひーちゃんと対バン、そう、ひーちゃんと対バンできちゃうかもしれない。絶対やった方がいいと思う。まあ、響きじゃなくても、うん、素敵なアイドルさんたくさん出会えますからね。うん、響きはちょっとブサイクだからあんまり会えないかもしれない。逆にしないよ、それが。なんかさ、ひーちゃんこの顔見て。さっきも違った。ひーちゃん目小さい。なんかさ、ひーちゃんこの顔でさ、整形したいとか言ってるんだよ。何さ、ケクってるよね、本当に。ちょ、待って、その鼻で言わないで。あいつのさ、その目で言わないで。あのさ、じゃ足して2で割ったらいい感じかな。でもさ、カスミンだってさ、もう顔整形してんのかってぐらい綺麗じゃん。バリ綺麗だよね、君。うん、もう本当に顔好きで。大好き。目でかいし。君たちの顔大好き。ありがとう。あれ、かわいいよ、ほんまに。ありがとう、頑張って。みずちゃん、頑張って。アイドル絶対な、ゆずちゃん、ゆずちゃん頑張って、絶対にアイドルになりな、ゆずちゃん、ゆずでも医療系の資格は絶対取っといた方がいいと思う。ね、すごい、医療系ってことがすごいよね、マジ絶対取っといた方がいい。そこ、それがすごい。響きは美容師の免許とかさ、免許持っとるだけでさ、うん、なんか幅が広がるけ、マジそれな。そう、大事です。自分頭いいの羨ましいなんてさっき思うんだよね。ありがとう。響き頭悪いよ、知ってるよ。頭悪いけど、え、ゆずちゃんの話ね。そうね。響きは医療系やつとね、絶対無理。ひーちゃん血とかは絶対無理でしょ。うん、無理だね。え、自分血いけちゃうんだよね。いや、まあ血の量が絶対違うでしょ、絶対。確かに。え、どうしよう、だって顔とかに飛んでくる。今ちょうど11時半ですね。いいな、スマホに。ありがとう。これ引いた。じゃん、未公開チェキ。よろしくお願いします。お先も、あ、そうなの、そうだ、4コマいらっしゃいませ。ね、医療系は大学出ていくといいね、ほんと。そう、そう、財宝今日、いや、いつも持ってってるよ、財宝今日たまにね、たまに。まだ財宝だったの。うん、で、どこに行くのも財宝持ってってるんだけど、今日は普通に持ってくるの忘れちゃったんよね。最近なんかリエチが水持ってるの見ん気がする。うん、財宝見ない最近ね。レッスンしてない顔じゃない。あ、そうだわ。レッスンがないからね。レッスンないね最近ね。レッスン、え、今日自分ドッキの靴下だったよ。え、そう、リエチのママにもらった。うん、リエちゃん断片靴下リエママにもらった。そう、リエの妹とカスミンとお揃い。そう、いい。え、なんか歌いたい。やばい、やっぱり眠。歌っていい。歌っていいよ。ちょ、なんか歌って、え、言われてんの。歌ってよ。だからダメだって。悲しくなっちゃうよ。悲しくなるでしょ。君たちさ、いや、お前、あのさ、君たちさ、ちゃん響きをさ、かわいそうやん。響きを置いていくんだよね。ほんまに。置いていくって言い方よくない。置いていくんだよ。うん、でも広島にいるよ。君はね。はい。リーチにいないでしょ。最後まで会いに行くんだよ。そうだね。そうだね。君たちさ、ほんまに君たちさって感じだよ。最低だから、そうやって。さあ。響きを寂しくさせて、悲しいわ。ね、皆さんどう思います？怒ってください。でも今日も歌いすぎだよね。いいんじゃない？ファンの人は嬉しいです。でもジュアルデイズ聞きたい。いいよ、本当。大好き。本当に寂しくないから。さっきじいちゃんも言ってたけどね、ジュアルデイズ。いいねってなったけど。歌って歌って歌って。なったけど悲しくなるでしょ。歌って歌って。
歌詞のジェラデーズ好きなんだよ、うん、ちなみに最近わがまま気はない、はい、静かに静かに、うん、ちなみにみんなアイドルになりたいって親に言いましたか？私は言ってないですね。私は言いました。 私も言ってないです。私はオーディションの最終審査の前に言いました。自分はオーディションの書類が受かってから言いました。そうよね、やっぱ、うん、そうで、私はめっちゃ反対されまくって、でマジで本当にダメみたいな感じだったんだけど、まあ、合格したろうね、仕方なくみたいな感じだった。確かにひーちゃんの場合決まってたしね、うん、なんか響はあれだったよマジで。そう、美容師も決まってたし、もう絶対美容師になれって言われて、でも最終審査さ、親を連れてかなきゃいけんかったやん、うん、確かに。その時に、その時なんかその後にママが、その時か、行かんかったら後からブースとか言われそうだからって言って来てくれたんよ、うん、でこれ絶対落ちるって言われとって、うん、それでなんか落ちたら絶対美容師になりなさい、大阪行きなさいって言われてたんよ、約束だったんよ。響もう泣きながらさ、そしたら受かった、うわーっと思って、おめでとう、ママはえみたいな感じだったそう、まあ、だった感じだったね。親が一番の味方って言うよね、うん、結局はさ、自分がやりたいことがさ、うん、一番だから。応援してくれると思う。うん。もし自分笑われたけど。うん。笑われたけどやばい。でもさ、もし親がダメって言っても、自分の人生だから好きなようにしたらいいと思う。うん、ほんまに好きなようにするのが一番いいと思う。うん。恥ずかしくて言えないよね。最初ね。うん、確かに響もドキドキしながら言った。え、そうなんかさ、なんかさ。そう。懐かしい。そう。何でも言っちゃうんだけどママに。言えない。でもそんぐらいがいいと思う。なんかのオーディション受けるね。応募時の同意って正直、うん、正直言わないね。私は。お疲れ様さ、働いてた。あの最終まで決まってた。決まってたよ。二次審査、書類審査の次って二次審査や。うん。の前日に言った。やばくない？やば。明日二次審査だから、うん、STU はに受かっちゃって、うん、で二次審査だからついてきてくれって言ったら、あーって爆笑された。あ、私二次審査ついてきたの、お姉ちゃんだった。お母さんついてきたんや。みんなお姉ちゃん、私は。え、二次でしょ。響お姉ちゃん。え、ママ、私はママついてったんじゃろ。え、でも大抵ついてった方がいいみたいな感じだった。うん、でもみんないたよね、なんかお母さんと一緒に。大抵ね。みんないた気がするな。大抵ね。二次審査って何したっけ。え、自分ダンスした。二次審査が自由なやつだよ、ね、あれだったね。え、あの受けに行くやつだった。自由だったよね、めっちゃ。うん、自由だった。なんか瀬戸内愛とかあったよね。うん、私は歌にした。何した？バスケやってる人いる。あ、自分も歌ったわ。歌にした。何した？ダンスした。あ、ダンス。ダンス、ね、おー、すげえ。何の歌で？何だったっけな。あ、少女時代。でっかい。見たかった。見たかった。少女時代した。見たことない。かすみが歌ってる少女時代。見たかった。何だっけ？何だっけ？インテーザワールド。あ、そっち。インテーザワールドだっけ？え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 、そうそれ。ありがとう、いいちゃん、いくって言った。うん。シーザムさん、ありがとう、ラッパー。ありがとう。パパカパッパー。パパカパッパー。ありがとう。パパカパッパー。ね。空手してる人とかいたわ。かっこよ。めっちゃかっこよかった。え、東大生来てたよ。え？え？え、リエが一緒に同じ。ギャグ禁止って言われてな。東大って言ってたもん。東京大学やってますって。デイチがさ、最終で話してたか、隣の席。違う。うん、二次審査の時に言った。あと置いたのは、私は自分の顔が一番可愛い、私自分の顔とても自信があるので、私の可愛い顔のポーズをしますってやってる子いた。え、可愛い、すごいよね。すごく面白い出会いがあった。受かってた？うん、あれ受かってたらさ、今誰だって言うよね、普通に。てれてれてれ、てかやばくね、髪伸びたくね。うん、伸びた。パリ伸びたよね。伸びた。なんか跳ねてるね。そう、この長さが一番跳ねるよ、ね、肩につくからね。伸びた伸びた伸びた。最初はアボシタ4センチぐらい。そうね、4センチ5センチぐらい、うん、うん、そうだね、そんぐらいっすねー。アボカロうまい。
美味しかった。真夏のこの暑さ。もう一杯飲み好き。好き。え、ジワルジワルジワル歌ってよ。ジワルでいい。え、サッチより長い？最近サッチ見てないから分からんな。確かに。どうなんかな。サッチ内巻きにしてるしな。そうだよね。私大抵さストーンだから長く見えるよね。でもひーちゃんって内巻きより多分切りっぱなしの方が似合う気がする。うん、言われる。まあ、自分でも思う。ね、でもえ自分もそっちじゃない？自分も内より切りっぱなしの方が似合いよ似合いそうよ、ね。うん。どっちかっていうと。いや本当さ髪の毛さんの本当は切りたいけど、うん、ヘアレしたいやっぱヘアレしたい この人今食べてるさっき食べてるよえ朝ごはんじゃない朝ごはんと言って買ったものを今食べてます朝ごはんですよねはい残りは朝食べるなんかさむくみをなんとかなんとかって言ってたくせにさ絶対むくむわって言ってたキレトレも2つも買ってたのに食べてるやんほんまにそれな、うん、キレトレも1本飲んだ一本飲んだ一本満足一本満足何なんか歌いたいんだけどジュアルデイズひーちゃん眠たいなんでジュアルデイズ歌ったら悲しくなっちゃうんじゃんね歌いすぎでもさカスコいるならペダル歌って確かにやだもう嘘や君は静かでえでもさジュアルデイズってさ、うん、なんかいい歌じゃないいい歌だよ悲しくなるよねえでも前向きな歌じゃないだから歌ってよ前向きな歌でもさ怒る前向きな歌でもさ確かにもうこの時間歌わん方がいいかもう響き悲しいよねねもうこの時間歌わん方がいいかねどうやろう静かにしてたそうだよね鳥頭さんありがとう私やってたよよくやってる家ではやってるよねそう家ではねってやってるねさっきもね空いてたしねいやそれはすいませんおもろいクレーム来たら申し訳ないめっちゃ歌ってたよ頑張って歌ってたんです熱唱してたよね普通にえってことはさ、うん、ご飯食べてる間も空いてたんじゃないそれはないね閉めとったちゃんと閉めとったそうやっぱお腹すいた私もいる大丈夫いやあるんよ私も何それ何パンこれもチョコ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 っとニャンニャンなんそれチャンってどう出るよ平気なんだよ一緒に行こう浴びてふっと生きてるって気がするんだ頑張って額拭くえ、ひーちゃんもやったん、うん、一緒だもん、リエッチとあ、そうなん、うん、大抵一緒だよ、リエッチそうだよね何かの縁があるみたい、リエッチと放課後ホームルームからずっと一緒なんや、リエッチと何するにも、リエッチと一緒放課後ホームルーム、うん、ね。だけど、あれだけ違ったよね、この間の中年8周年のやつが違ったあ、確かに、7周年ねそうまだ8周年です瀬川さん、ありがとうそれだ、今8周年って言ったよ7周年ですまだな、ね、8周年ツアーあるんだもんあツアーじゃないから8周年コンサートうんあるんだもんね見に行こっかね見に行こう見に来てね、うん、出てもいいんだよひーちゃんがどのくらい成長したかなってなんか上から目線で言ってくるわね成長したかなって嘘だよおもろ見に来てね絶対みんなに会いたいから見に行く絶対見に来てねうんリーチ絶対来てよじゃあ東京だもんねいや広島ねリエチあれ東京だろ広島ね広島えなんで絶対東京だろ広島ね東京だろ東京に東京かすみも来て一緒にだって絶対ガーデンシアターでやる方がさ見たくない、うん、確かにじゃあ行くかだから、うん、リエチと観光すればいいやリエチに泊まればいいえ泊めてくれるのリエのママがいいって言ったらね2回目のリエチ家、うん、でもリエのママそういうの好きなんよ泊まらせたいんえマジでリエチのママ羨ましいリエチんち行くとえマジでねお母さん優しい本当に優しいなパパおもろいえでもこの間会ったらさリエチのお母さんっ、ね、めっちゃ似てた似てた似てた言われないんだけどリエママにめっちゃ似てたやんそうびっくりしためっちゃ似てると思って、うん、でパパに似てるどっちかって言ったらなんか優しいママって感じ優しくてなんかフレンドリーで朝ごはんまで用意してくれたあ優しいそうだね、張り切っちゃってるのよいいねいいママじゃんいいママだよ、ね、いいママだよいいママだよいいママあれ
私の顔ちょっと尾道行った時ね、ガスリーとお泊まりしたんだけど、別に泊まれての日帰りの手だったんよ、うん、でママがせっかく尾道行くんだったら泊まればとか言って、うん、ママがホテルのサイト送ってきたで泊まったん、もしおもろママが紹介したとこに泊まった、おもろすぎなんだけど。お風呂入った？入ったか？入ったよ。あ、めんどくさい。ひーちゃんはどっちに？どっちにも見てないですね。ひべきは拾った子って言われます。拾った子ってめっちゃ言われる。ほんまですわって何？え？そう、ひべき。27。チャラチャ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 。ひべきのママも仕事人間なので、どっちかっていうと。でもさ、女の子ってさ、お父さんに似るって言うくない？あんまどっちも似てないんだよね。カスミって誰に？パパ。でももうやだ、パパに似る。いや、パパに似る方がいいんですよ、可愛く。パパに似てそんな美人なんだから絶対それでいいやん。カスミって美人やな、ほんま。ありがとう。でもさ、パパほくろ多いから嫌なんだよね。響きもほくろ多い。デブもほくろ多い。ママがほくろ多いから。パパがほくろ多いから多いんだよね。ほくろ、いや、家に勝つ人いないと思う。いや、マジで自分めっちゃ多いよ。いや、ここ見てみ？ここ。顔にないやん。え、あるよ、見て。え、顔にないよ。3個なの。いや、私ちょっと待って、リール見てよ。足は耳にあります。めっちゃあるでしょ。ほら、ほら、ここ見てよ。ここ、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 ここ。え、ここはよくない？え、顔もめっちゃあるよ、リエ。だってこれ、だってこれだけに。うるさい。お前、うるさい。うるさい。うるさい。日々、声的大人やから。確かに。日々、声の真面目だよね。判断が早いんだよ。はい、キビキ真面目やん。なんか鬼滅入ってる。だってさ、鬼滅の刃見てない。え、だってさ、キビキビみんなで見よう。見ない。え、鬼滅の刃怖いやん。なんで怖いの？どこが怖いの？もう漫画見たもんね。鬼滅キッズだから。先週の見てない。先週の見てない。鬼滅キッズだから鬼滅見る。私も鬼滅キッズ。なんかさ、ビッキーお父さんに会ったことあるでしょ。ビッキーお父さんに会ったことある？ディーのお父さんってことじゃなくて？どういうこと？え、絶対違うでしょそれ。明日服を見せてもらうって。明日の衣装は長袖です。ね、明日長袖なんですよ。おーい、おーい、おいバリ怖いやん。私これでバンスされたらどうすんの？そのバンスされてもキスされてもなるなんて言われても大好き。桜田さんも大好きですね。女子会のりね、うん、確かに。本当のお父さん、どういうこと？本当のお父さんにどういうこと？ねえね、ちょっとなんか気まずいことやらないで。どういうこと？ちゃん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 。神様どうか。なんですか？でるんでるんでる。宣告するなんて。あー、やばい、眠たいわ、ひーちゃん。全然眠くないんだけど今日。でも寝てないもん。ひーちゃん今日だって。え、今日ひーちゃんもう早なんか早く寝るって言ったら。寝るわけないじゃん。寝るわけない。でもさ、うん、寝てないもん。寝てない割には新幹線でずっと話しよったよね。そうや、新幹線マジ寝れんくってさ、頑張って寝た。どう来てたでしょ、新幹線。寒かった、めっちゃ寒かった。え、寝れた新幹線で、ね、オンライン話し会って1枚でどんぐらい話せるんですか？どんぐらい話せる？今回長いよね。アルバムだから、うん、今回のアルバムはなんかすごい長いらしいです。え、ちょっとで、ちょっとちょっと長いらしい。でもいつもより長いから、うん、でも話せそう。いつもよりは。そうです。どういう気持ちなの？最後の20秒ぐらい話せるんじゃない？20秒30秒ぐらいじゃないかな、わかんない。みんな来てください、岩崎に。岩崎かすみ、岩崎かすみに清き一票を。よろしくお願いします。しないよ。爆笑、30秒予想、確かに濃いね。オールなんてしたらさ、どれぐらいかな。みんなと話すの。明日の話し会は着席の噂聞きました。そうです、着席らしいです。やば、明日朝早いからさ。てか一人さ、4、5時間目だけどさ、うん、早いじゃん、うん、だから暇な時間があるあれも？あれもじゃんけん。じゃんけんは一応最後。あ、そうか、じゃんけん。でもで3番目とかで、うん、私1番目だった。じゃんけん一緒だよ、かすみ、うん、1番目でさ、で、4、5時間目なのね、うん、めっちゃ暇ね、うん、確かに。でも大丈夫、ひびきと一緒だから。あと、え、4、5時間目？あ、ちょっと、あ、見えとしていい。私も4、5時間目です。
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あと12分ですね。ね、もうさ、自分いい切除したい。わかる、わかる、もういい、いらない。わかる。いや、牛ぐらいが大きいと思います。私も、私どんな道行った時に食欲やばかったくない？でも自分もなんか尾道ラーメン食べたんね。でかすみんが不祥の尾道ラーメンと明日のご飯なくなるよ、それ。チャーハン。多分ね、かすみんのファンの人はここのテレビのここを見てると思う。家はここにね、地味に映ってるから、かすみんは。じゃあ隠し場こうやって。ホラーに見える結構。なんか映ってる。見え？結構ホラーに見えるよね。白いからね、着てる服がドングだし。アピールしてみて。おお。やめなさい、やめなさい、やめなさい。裏番されてもになっちゃう。山さん、ありがとう、ありがとう。尾道ラーメンめっちゃ美味しかった。美味しかった。ええ全然、ショーしか食べなかったね、カスミン。ショーとチャーハン頼んでたけど、カスミン、ショー食べきった？食べきった。さあ、チャーハン、ちょびっとしか食べてないね。えちょびっとじゃない、半分だから。で、今普通のタイツ食べたのね。カスミン、残りのチャーハン。結構さ、うん、でもね、めっちゃ有名らしいよ、自分らが言ってたところ。あ、そうなんだ。そう、なおのみちだ。並んでた。え、そうね。しかもね、メールで送ったらね、うん、なんか、マジ店の名前出してないし、うん、このラーメンしか映ってないのね、うん、なのにみんな分かってた。でも分かるんよ。でも3位めっちゃ飾ったってよね、うん、カープの選手とかめっちゃいた、うん、やっぱ人気なんよね。うん、バリ美味しかった。かすみん、今日ここ出ねんの？うん、せえ、ね、寝ていいって言ってないよ、別に。ええ鬼滅の刃見なきゃいけない。心を許せ。じゃあ勝手に見てください。僕たちはもう下がる。やばい、眠い。途中で出会い、寝相悪い。寝相悪くないよ。リーチ寝相悪い気がする。悪くないって。聞いて、あんたこういうかけマジで悪くない。ほんまになんかさ、違う、あれは意識あったじゃん。かすみんの上に何回も足乗っけてるや起きてたから。引いたんか。あれ誰が悪いんだっけな。マジで寝相いいからやめてくれ。ひびきもいい。引いたん？引いたんじゃないか。で、寝とるとき誰が寝相悪いとか分からん。確かに、確かに、まあそっか、うん、え、でもさ、起きてさ、起きてパッて起きたらさ、横、真横になってる人がおらん。ヘディアの妹、そらさすがにおらん。どうやったらそうなる？甥っ子たち、姪っ子とかそう。いや、ちっちゃい子蹴られる、めっちゃ。どうやったらそうなるんだ、思いながらさ。やっぱちっちゃい子そうなりがち。うん、うん、じゃなんか背骨痛くなる。大人になったらさ、もう響きは全然寝相悪くなくなっちゃった。ありがとう、あーと思うけど、あとありがとう。マジソロ眠いわ、私。ね、じゃあそろそろ終わりにしようかな。鬼滅の刃みたいな。ソロ？これもう12時までやるべき？あと、もう眠いわ。あと9分だよ、でも。団長もう寝てるよ、多分。ね、今日寝るって言ってたよね、団長。あ、団長だって今日。まあ、団長っていうか、森末。森末寝てるよね、あの人、多分。今日は飯で寝るって言ってた。行った。でも、YouTube 見てたよ、さっき。あ、ほんと？行ったの？会いに行ったの？行ってないよ。あ、そうなん。やばい、ソロ眠い。もう終わりにしようかな、そろそろ。ね。あと9分だよ。やったら。その9分が眠いね。あと8分、あと8分。それね、日々たち何時間しろと思う？確かに何時からやってるだって配信。ちょっと見て、3時から始めてた、リーたち。え、でもリーチは9時半とかじゃない？嘘、自分お風呂入る前に見たんだよ、1回。嘘の？はぁ、響きもほぼ一緒だし、うん、じゃあひーちゃん、え、9時半だよ、みんな9時半。待って、何時間してるの？2時間半。2時間半、やば、イエイ、いいね、最高だわ、うんうん、最高ですね。2時間半もやったことあるか？2時間半、2時間半も配信してる。私4時間やったことある。え、やば。え、一番最初の配信かな、初めてやった時の配信4時間ぐらいやってたけど。すごいね、それは。だんだんさ、ね、話すことなくなっちゃうんだよね。いや、わかるよ、ね、え、でもなんか何かしら話してない？何かしら話してるけど、なんかすごいよね、逆に言えば。なんで一人でこんな喋ってるのみたいな。そう、本当にそう。まあ、みんながさ、コメントしてくれるけ、うん、いいけど。コメントない時は結構地獄です。だから、うん、そういう時はやめます。え、マジでそんなやったよ、やったよ。今だから言えることだけど、うん、本当は1時間とか2時間ぐらい配信しようかなと思ってても、マジでコメントが少なすぎて、うん、あの15分ぐらいできる時ある。あるあるよね、全然ある。わかる。あ、今日ちょっとなんか、あ、もうこれみんな全然来ないわ。うん、そういう時って本当にマジで、うん、え、だからみんな推しの配信を長く見たかったらコメントをいっぱいしてください。そうです。あ、でもその分面白くないんかもしれん。
まあこっちが面白くないかもしれないけど、うん、え賞味響きは面白くなかったらマジ抜けるすぐ、うん、結構ずっと見てらんない人、うん、響きはいや分かる分かるそれはそうね私も5分でちょっとギリかな、うん、マジうんあんま見とけんマジ、うん、ずっと見てけるやんなんかあのさショールームってさ、うん、ルーム閉じんかったらパッてやったらさずっと流れん音だけ、うんそうなんよ流れる流れるえそう 音だけ流しながら他のアプリを見る私はそれだと歌流してるわあ、うん、確かにそうコメント絞り出す時あるいやそうだよねファンの人もファンの人で難しいよね確かにそれな、ね、それは確かに力不足で申し訳ないコメント毎日して自分いないほんまやないと思うありがとうマジでえだから自分メンバーとやるのが好きまあ、楽しいっちゃ楽しいけどね。まあ、ねメンバーだったらさそう話尽きないじゃん。うん、でもみんなファンの人からしたらどっちの方がいいんでしょうね。でもうるさいんかなメンバーとだったら。うるさいね。ねいねまあ、大人数になるとうるさいね。盛り上がっちゃう。うんまあ、2人ぐらいだと2人3人だとまだ、ね、いいけどね。な誰が喋ってるか分からない。5、6人で配信したことなんかないんやけど。あるんだけど。えあるくない？あるくね？みんなだったっけ？あるやん。あったあるくない？ないついつ。えあれせんかったっけ？あのお正月？お正月。ああやったくね理事長おらんかったっけ自分はだってあれは高校生だからあそうだった喋、うん、ってないんかあの時、うん、そうだったわえでもさ悪くないでもその場にはいた気がするひーちゃんちにいたうんいたいたうどん食べたもんひーちゃんちにいた、ね、なんかさお兄ちゃんで配信するときいつもひーちゃんちだよね確かになんかみんなひーちゃんちいるんよねひーちゃんかひーちゃんちじゃない大体、うん、確かにそうだ、ね、なんでなんかだってみんな入れてくんないんだもんみんな入れてくんないのも家に勝手に響きたちのさ家には来るくせにさ、うん、え無理無理ひーちゃん家行っていい無理って言うのに来るそのセリフ何回聞いたかって感じだよね、うん、もかすみの、ま、でもひーちゃんはなんだかんだって入れてくれるから優しい、ね、まあ優しいからねうんでも綺麗だしねちゃんと、うん、汚ねえだそういう考えでたまりばひーちゃんいつもお香炊いてるでも最近炊いてないよね炊いてないね最近は、ね、お香炊いてるお香炊いてない最近匂いです毎回さそれ言うけどさ匂いです眉毛やばい眉毛じゃないですよと教えないほんまにほんまにねやがねバリ眠い私はまだまだまだ部屋の荷物を捨てたい風呂入んないところいやそれのお風呂長い人いやでも今日入浴場あるから長く入りたいうん、思ってたけど、うん、でも無理長いよこれからお風呂に長く入るとなってマジで寝る時間なくなっちゃうもん分かる今日2時間入っちゃった、うん、でも結局さ眠くないと寝れなくない寝る時間が私も寝れるでじゃ寝ちゃうも眠たくない寝るやばいおめんどくさいよ入浴剤使いたいんだけどねでお風呂がめんどくさいんじゃないドライヤーがめんどくさい全部めんどくさい見てこの長さをドライヤーしてるで私はめんどくさくなったらドライヤーしません長い中身の毛でしょやばいよねやばさすがにもう貞子いけるよそれでしょ貞子のオーディション待ってますいやそれ結構逆センスあるよ今の本当に今の結構ツボやばい眠たいもう57分です部屋のテンションできちゃうできる、ね、うんできるねちょっと部屋壁綺麗だしね部屋のテンションえでも最近自分で送らないといけんなしよヘアドネーションえ、そうでお店そうだね、うん、ね、明日あと3分じゃあそろそろね終わりにしようかな皆さん今日の配信はどうでしたか長かったですねありがとうございました長かったけど楽しかったマジそうだよ超激レア配信だよ、ね、多分ないよねこれからも今後ない、うん、こんなことないと思いますないです今後楽しかったです、はい、ありがとうございますじゃあありがとうやめてありがとう神革命神革命あるやん神革命エムエム配信ですよってエムエム神配信ありがとう明日しよしきは賛成します、ね、絶対見に来てしよしきも X か TikTok にあげてね今日の配信ねあげてくださいギリリエチと仲良しでよかった。リエチと仲良しです。イエーイ。私も仲良しだよ。どいてください。どいてください。私も仲良しだよ。どいてください。じゃあ、団長を読みましょう。うん、はい、それでは。13位一緒に読んでいく？あ、そうだね。13位たっくん。トウモロコシさん。ありがとう。ありがとう。では、12位なべなべ社長さん。向井本さん。ありがとう。では11位
ゆいさん、みさみさん、ありがとう。はい、10位、よしぞみさん、おいでます元気さん、ありがとう。はい、9位、たなたなくん、よし元気さん、ありがとう。せーの、8位、ロコボコさん、くまごさん、ありがとう。7位、大塚とさん、マクさん、ありがとう。イエイ。6位、ひろしさん、ロコボコさん、ありがとう。5位、ルパーさん、石毛虫さん、ありがとうございました。4位、ツナマヨさん、マツさん、ありがとう。3位、キクさん、クマルポッさん、ありがとう。イエイ。イエイ。では2位、広島コーパセリさん、ルパーさん、ありがとう。1位はちゃん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 ありがとう。じゃあ皆さん明日元気よく会いましょう。じゃあ明日お話し会だからね。こっちが本命。そうだよ。今日の配信じゃなくてお話し会が大本命。もう今日だよ。そうじゃん、もう今日か。そうだ、今日だわ。でもなってるわ。バイバーイ。バイバイ、おやすみー。あ、もしかして切れちゃってるもん。もう12時です。もう切れます。バイバーイ。ひーちゃんはまだ切れてません。バイバーイ。